それでは時間になりましたので始めます。弁理士試験入門講座全体構造の第1回となります。皆さんおはようございます。おはようございます。2024年向けの1年合格ベーシックコース、いよいよ今日は実行ということになりました。ようこそおいでいただきました。今日はなんていうんですかね、入学式みたいな感じですね。おめでとうございますと言っていいのかどうかあれですけど、新しいことを始めるのね、とても素晴らしいことです。春っていう季節は本当新しいことを始めるのにとてもいい季節になります。あとそれから弁理士に興味を持っていただいて、それから弁理士になりたいって思って皆さんに集まっていただけているのが私とても嬉しいです。私は弁理士の仕事をするようになってからやっぱりとても仕事を楽しいので、皆さんにもぜひもう全員弁理士になってほしいと思っています。私は弁理士として主に国内の特許出願の仕事を中心にやっています。この特許、商標、衣装などですけれども、この出願をするっていう業務、これは特許の場合ですと発明をした人がいて、でその発明をした人が示してくれるアイデアを話を聞いて、でそこから価値を見出して、でそれを書類に書いて権利化していくっていう、そういう仕事になります。このような権利を取りたいっていう狙いを定めて、そこを一から作っていくっていう仕事っていうのは他にはなかなかあんまりない仕事だなっていうふうに思うんですね。で権利化を図るためにはやっぱりこの特許法、特許の出願でしたら特許法の知識がすごくいりますので、その法律の知識を踏まえた上でこちらからいろいろ提案をしていって権利化をしていくっていう、とってもとっても大事な仕事ということになります。で、皆さんが弁理士目指してみようかなって思われたきっかけはそれぞれ様々だと思いますが、そのきっかけとなった時の気持ちを忘れないで心に持って、これから弁理士になるための勉強を一緒にしていきましょう。はい、まず第1回の講義なんですけれど、前半の時間を使わせていただいて、ちょっと受講にあたってのオリエンテーション的なちょっと説明をしていきたいなと思います。まずこの講座ですけれども、講義は土曜の、午前1コマ、午後1コマということになります。午前は10時から13時。でお昼休み1時間挟みまして、午後の講義は14時から17時、それぞれ3時間の講義になりますね。でまずは入門講座から講義が始まりますが、この入門講座、講義には座学の講義のみの回と演習をやる回とがあります。演習編というのがついてますけれども、その両方があります。で今日は、2コマとも座学のみの回ということになります。で1コマ3時間とちょっと長いですので、間に10分休憩を挟みますので、ご安心ください。お手洗いとか行くことできます。で講義の前後とか、あと昼休みですね、ぜひ皆さん仲良くなって情報交換をしたり励まし合ったりできる友達になっていただければいいなというふうに思っています。で、あとは講義を聞いて分からなかったこととか出てくると思うんですね。で、その場合の質問なんですけれど、もちろんもお聞きいたします。ただ、この1年合格ベーシックコースのカリキュラムがかなりタイトになってますので、個別の質問については講義中ではなくて、それ以外の時間にいただけますと大変ありがたいです。そうですね、午前午後の講義の前だったり、その講義途中のお休みの時間だったり、私部屋におりますので、お手洗いとかでちょっといない場合もあると思うんですけれども、そうでなければ部屋におりますので、その時にお気軽にお声掛けいただければと思います。で質問したいなということについては、その講義の時に聞いていただいてもいただくのとは別に、個別の相談会制度っていうのも設けてあります。そちらでも個別でお受けすることができます。
事務局からまた詳細の説明があると思いますが、講義の終了後に予約制で個別の相談をお受けする制度になっています。で、講義での疑問点のほか、ご自身の勉強の進め方だったり、勉強と仕事の両立、ちょっと最近うまくいってなくて、どうやっていったらいいのかしらとか、そういった質問、悩みについても私の方でお受けしますので、無料の制度になりますので、ご希望に応じてうまく活用していただければと思います。で、まず入門講座がこう始まりまして、で7月に入りますと2つ目の講座ですね、論文基礎力完成講座がこう重なる感じで始まってきます。でそちらについては月曜の講義になります。月曜夜ですね、18時50分から21時50分のこちらも3時間の講義になります。で、講義の日が増えますとちょっと勉強することも増えるのでハードになるんですけれども、一緒に頑張っていきましょう。で、そうですね、これから受験勉強をしていくわけなんですけれど、体調管理もとても重要になります。ですし、あと息抜きを、ね、上手に入れていくことももちろん必要です。日々の生活の内容とか体力とか皆さん人それぞれになりますので、ぜひそのあたりもお互いに情報交換などし合って取り切っていきましょう。そうですね。では、明日なんですけれど、明日が今年度の弁理士試験の一次試験ということになります。担当試験、一次試験なので担当試験が明日開催されます。名古屋での試験会場は、アイライの車道キャンパス、ね、車道の駅降りてすぐで、割と行きやすいところになっています。でということですので、ちょうど1年後には皆さんも一次試験を受けに行くことになります。で、そのためには、この1年合格ベーシックコース、この2月まで講義続きますが、この講義を最後まで皆さん完走してほしいっていうのが、一番の私の願いというか、お願いというか、になります。先ほども申し上げましたけれど、この1年合格ベーシックコース、かなりカリキュラムがタイトになっているんですね。じゃあ1年で合格できるように試験範囲の内容を全部勉強しましょうという講座になっていますので、結構大変です。その代わり、このベーシックコースでしっかり勉強をすれば、1年で合格するために必要な知識というのをちゃんと得ることができます。私はご縁がありまして、昨年度からこの1年合格ベーシックコースの講師を担当させていただいているんですけれども、去年1年やって本当にこのコースのカリキュラムには合格に必要なこと十分入っているなというふうに実感しております。ですのでベーシックコースのこのカリキュラムの流れにとにかくうまく上手に乗って最後まで勉強していくというのがとても大事なことになります。で勉強の進め方、じゃあどうするのということですけれど、予習をするよりは復習をするというところに重点を置いていただくのがいいなというふうに思っています。そうですね、今日から始まってベーシックコース2月上旬まで約9ヶ月続くんですけれども、それまでにはお仕事だったり学業だったりお家の都合だったりで勉強が復習とかですね、うまく進まないなっていう時期もあるかもしれません。で、講義中に私この本のこの部分読んでおいてくださいねっていうふうに宿題を出したりすることもあるんですけれど、もちろんもう皆さん大人ですので宿題提出してくださいとかそういうことはしないんですけれど、その宿題も一応お出しするんですけれど、やっぱり忙しくてちょっとその宿題もこなせないみたいな時もあるかもしれません。でもちろんそのカリキュラムにとってしっかり順調に復習を進めて勉強を進めていけるっていうのが一番いいことにはなるんですけれども、そうじゃない時もやっぱりありますので、そうでない場合もちょっと復習が進んでないから来週の講義出るのをやめようかなとか、あんまり考えるのはちょっとおやめいただいて、
できるだけ毎回出られるお仕事とかが入ってなければ出られるのであれば毎回講義に来るようにしてほしいんです。なかなかこう先延ばしにしてしまうとまた忙しいのが積み重なってしまってカリキュラムの流れ通りに全然勉強が進まなくなってしまうということもありますので、そうすると試験までにカリキュラムの試験範囲の内容の勉強が全部できないまま試験の日が来ちゃったみたいなこともありえますから、弁理士試験年に一度ですからね、そうなってしまうととってもちょっと悔いが残りますので、そういうことがないようにしたいですね。自分のペースになるとやっぱりどうしても遅れがちになってしまいますので、そのあたりはこの通学をとにかく通学の講座に来ればこの今日の単元は勉強できるというふうに前向きに考えて、できるだけ土曜の講義には休まないで毎週いらしていただけると、で、とはいってもその土曜日、月曜の講義もありますけれど、ご都合などで出席できないということもあると思うんですね。で、やむを得ず欠席する場合にはそのことは全然お気になさらないでください。皆さんお忙しい中弁理士になりたいと思って勉強をやるんだということは私もよく分かってます。私も昔は受験生をしてましたのでそのあたりはよく分かりますので、前回欠席しちゃったんで来週行きづらいなとかそういうことはあまり考えていただかなくていいので、宿題やれてなくても仕事忙しくて2週間くらい来れてなかったなっていう時でもしれっと出席していただければ全然構いません。で、ご都合によっては遅刻しちゃうなとかそういう早退しないといけないとかそういうこともあるかもしれないんですけども、そういうところもあまり気にしないでとにかく続けて講義に来て勉強も続けてやっていけるようにしていただければなと思います。あとは新しいことを勉強し始めるのでやっぱり知識が増えていくと楽しいですよね。なのでその楽しいなっていう気持ちでまずは入門講座勉強を進めていただければいいかなと思います。あとはせっかくこの名義の講師に勉強に行きますので、今度の土曜はお昼ご飯何食べようかなとかそういうのも楽しみにして、うまくこのレックの講座を皆さんの生活に取り入れて続けていただけるというふうに思います。そうですね、じゃあちょっと喋ってしまったんですけれど簡単に私の自己紹介をいたします。高田様美と申しまして弁理士をしております。名古屋市内で特許事務所をやっております。その前は名古屋市内の別の特許事務所に勤務していました。でその前は、名古屋市内の製造業の会社におりまして、その時は開発の部門に移して、弁理士というか特許とか地裁の部署にはいなかったんですけれども、そこで運よく弁理士試験に合格することができましたので、それがきっかけになって特許事務所に転職してって言って、実務もそこから始めた。で、あとはどうですかね。趣味は、3月の名古屋ウィメンズマラソンに出ることと4月の岐阜清流ハーフマラソンに出ることっていうか全然足速くないので出るのが楽しみっていう感じでチンタラチンタラ走っているという感じです。はい、それなんで走り始めたかっていうと私もレックに通って勉強していたんですけれど、レックのその同じクラスで勉強していた女性が走る人で、私それまで全然走ったことなかったんですけれど、ちょっと誘われて走ってみたら人と競争するんじゃなくて自分のペースで走るんだったら意外に走れるもんだなって思って全く走ったりしたことなかったんですけれど、しんたら続けていたらなんとかフルマラソン走れるくらいにはなったっていう形です。
そうですね。受験生の生活していくと、結構やっぱり大変なんですよね。毎日、あ、これ、ここもわかんない、ここもわかんない、またちょっと勉強する時間作らなきゃとか、そういうのがいつも心のどこかにあって、なかなか大変なんですけれど、私も走るようになって気分転換ができるようになったりということで、やっぱりこの皆さんで揃って数学の講座で勉強するっていうのは出会いがあって、とてもいい機会になるなと思いますので、皆さんのこれからの勉強も実りあるものになるなというふうに思います。で、あと勉強していくと、その受験生ならではの悩みみたいなのが多分出てくると思うんですね。で、いろいろ悩みとか、なんか不安な気持ちだったりを、家族とか友人とかね、相談することもできるんですけれど、やっぱりちょっと、その勉強してる人じゃないと分かんない気持ちとか、そういうところもあると思いますので、せっかく皆さんお集まりいただいて、1年勉強していくことになりますし、もし来年の試験で合格したら、同期合格ということになりますね。なので、ひょっとしてその同期の仲間と意気投合して、将来一緒に東京事務所を開業しようとか、そういうこともあるかもしれませんので、やっぱり一緒に勉強していく仲間っていうのはとても大事なものになりますので、いきなりディープな悩みを相談するとか、そういうこともないと思うんですけれど、弁理士になりたいと思って勉強を始めた人ばかりで集まっている皆さんですので、ぜひお互いにコミュニケーションを取っていただいて、一緒に合格を目指していきましょう。で、いきなり喋るのも大変でしょうから、沈黙というか、また教室にいらっしゃったときにお互いに挨拶するというところから始めてみてください。では、配布レジュメの方をちょっと説明いたします。A4 の、サイズになったものですね。これを説明していきます。そうですね、右上で入門講座全体講座第1回と書いた冊子になります。まず1番のところで、色分け消せるマーカーでっていうふうに書いてます。そうですね、講義中、テキストに、ここの文言、ピンク色で塗ってくださいとかっていうふうに指示することがあります。で、一応ちょっと、塗る内容によって色分けをしていくっていうことをちょっとご提案させていただいてます。色分けの内容は書いてある通りですね。重要な事項だったり、法的効果だったりについてはピンク色。で、緑色は種子とか理由っていうのは、例えば特許法ですと、特許のに関するいろんな制度が定められているんですけども、そのそれぞれの制度がどうして作られたのかとか、なんでそういう制度があるのかっていう理由の部分ですね、と種子っていうふうに言うんですけども、その種子の部分については緑色で塗っていくかなというふうに。青は例外だったり否定的な内容ということになりまして、法律の条文、特許法の条文とか見ていくと、条文の中に、ただし、何々の場合はこの限りでないみたいな条文があって、ただし書きっていう部分があるんですね。で、そこの部分をちょっと意識づけるために、例外的な事項については青色で、ちょっと区別をしてます。この一次試験ですね、担当試験は結構この例外事項を問われがちということがありますので、そういった意味でちょっと例外的な内容っていうのを意識して頭に入れていくっていうのは大事になります。あとは黄色は主体ですね。主体っていうのは誰っていう意味ですね。そこは黄色で塗っていきます。で、客体、客体っていうのは何をっていうんですね。それについてはグレーで色分けしていこうかなと思います。で、あとは、オレンジは時期とか条件というふうに書いてます。特許法は、特許法だったり、これから勉強していく法律ですけれど、特許法、特許ですと、特許庁に出願をするときに書類を揃えて出願しないといけないんですけれど、その条件とかいろいろあるんですね。手続きをいろいろ定めている部分も多い法律になりますから、そういったところを、理解して把握することが大事になりますので、そこはオレンジ色で区別して
なといったところ、まあ、紫は手続きですね。実際にどういう手続きを取るのかっていったところをマッキングしていくのに使ったと思っています。はい、これはテキスト類の色分けの話で、あとは括弧2のところですね。問題を解くときもマーカーをちょうどに活用していっていただければなというふうに思っています。ピンクは何特にこれ論文の問題になりますけれども、答えるべきことは何なのかっていう問題文の中で直接答えなければいけないところについて、まずピンクでマーカーをして間違いないようにするということになります。それから、青ですね。青はやっぱり例外事項ですね。ここを意識づけるために、マーカーをしていくことになります。あとはその論文試験の問題ですけれど、事例問題ってよく言うんですけれども、事例形式の出題がよくされます。事例形式っていうのは、例えばコウさんが何年何月何日に特許出願をしました。でそこから3ヶ月ほど後の何月何日にオスさんがまた別の発明について特許出願をしましたみたいな、なんかそういう、なんていうんですか、ドラマ的な、いろんな人が出てきて、その法律の関係はどうなっているんでしょうかっていうようなことを答えていく問題になるんですけれども、これ登場人物が多くなってくると結構混乱してくるんですよね。なので、そういう場合に、コウさんはもう黄色で塗るって決めたら、コウさんがいつ何をしたっていうのを問題文で全部黄色で塗って、で、その次、奥さんという別の人が出てきたら、奥さんはどうしたのかって言って、というふうに、視覚的にちょっと区別をして、混乱しないようにするためにも、マーカーを使っていければというふうに思っています。やっぱり、試験問題ですからね、時間限られてますので、結構混乱するんですよね。なので、そういうのをできるだけなくしていければということになります。まあ、このあたりは、講義の時に、ここは何色で塗ってくださいというふうに指示をしていきますので、また、おいおいと言います。はい。で、その次、2番のところ、入門講座について、少し書いてます。先ほどもお話ししましたように、まずは復習中心でといったところになります。予習は特にしていただかなくて大丈夫です。しちゃダメということじゃないんですけど、予習に時間をかけるよりは復習に時間をかけてほしいなというそういうことになっています。早くこの講座申し込まれた方で先取りして去年の内容とか受講ウェブとかで見られている方ですけれども、今日から講義始まりますので、からはあんまり先取りのことよりも復習に重点を置いて勉強していっていただけるといいかなと思います。はい、で、2番のところですね。復習はインプット中心でというふうに書かせてもらいました。そうですね。要はインプット、自分に知識を入れる、この勉強を中心に、まずは入門講座をやっていただきたいなというふうに思います。じゃあインプットどうするのっていうことですけれども、講義音声を聞き直したり、あとはウェブフォローの方で、東京とか大阪の先生の講義も聞けると思うんですけども、そちらをもう一回、同じ単元のところを見直す。あとは、講義でやった部分のテキストをもう一回読む。で、あとは講義で出てきた内容の条文を条文集で読むっていうところをしっかりやってほしいなって思います。それをやった上で、入門講座のテキスト、全体構造はちょっと確認問題ついていないんですけれど、来週から始まると、過去以降の入門のテキストには確認問題がついています。過去問から抽出したもので問題がついていますので、インプットをしっかりやった上で、確認問題を、なので問題をもちろん解いていただくのはいいことなんですけれど、問題を解いて丸だったか×だったかっていうことではなくて、自分の知識がちゃんと自分に知識がちゃんと定着しているかどうかを自分で確認
問題を解くっていうふうに考えてやっていただければと思います。はい、で続いてレジュメの2ページのところですね。弁理士試験の試験制度についてちょっと簡単に書いてます。ご存知の方もいると思うんですけれど、そうじゃない方もいるかもしれませんので簡単に説明していきますね。弁理士試験の制度ですけれど、3段階の試験になっています。括弧1担当試験、1次試験で、括弧2の論文試験、これが2次試験で、括弧3の口述試験、これが最後の試験ということになります。1次試験は担当試験という名前がついてまして、これはマークシート式の試験になります。明日行われるのがこの試験ですね。はい、時期はいつもこれくらいの時期になりますね。5月20日前後の、日曜日で、12時半から16時の 3.5 時間、結構長い時間の試験になります。会場は東京、大阪、仙台、名古屋、福岡ということで、この辺りにお住まいの方は名古屋の会場がありますので、比較的一次試験受けやすいかなといったところになります。で問題は全部で60問出まして、内訳も書いてますが、特許法と実用新案法で20問、商法10問、商標法10問で、条約で10問で、著作権法と不正競争防止法が合わせて10問という内訳になっています。で合格基準点は満点に対して 65% というふうに決まってまして、60×65% だとちょっと半端になるんですけれど、ここは例年39点で安定しています。ですので一次試験はとにかく39点以上取るといったところが必要になってきます。あとは気をつけないといけないのは、一次試験科目ごとに 40% 取っていないと足切りになってしまうっていうラインが決められています。ですので、極端に苦手な科目を作らないようにする、まんべんなくしっかり勉強するっていうのが非常に大事になってきます。目安としましては、この特許と実用新案法、あと一商法と商標法、これを、これ受験用語になるんですけれど、上4項っていう言い方を、時々するんですね。でこの上4項で、についてはできれば8割目指していただく、そうすると、32点になります。でそれに対して条約と著作権法と不正競争防止法ですね、これを、下3項とか下3項とかっていうふうに、これも受験用語なんですけれども、よく呼ばれるんです。こちらの下3項については6割目指していただいて、そういったところですね。なので合計すると、44点ですかね。そのあたりの点数を目指して勉強していくというところになります。マークシートの試験になりますからね、やっぱりマークミスとかもないとは限りませんし、結構法律の細かいことを聞かれますので、結構大変な試験なので、あんまりギリギリ39点で抜けようって思っていると、ギリギリダメっていうことが結構あって、それすごく残念なことになりますので、ちょっと目標は高めのところに自分で置いておいて、目指して勉強していくというのがいいかな。はい、で一次試験に合格しますと、二次試験に駒を進めることができます。二次試験は論文式試験ということになりまして、論文という名前が入ってますように、文章を書いて、答案を作成して、提出してという、そういう試験になります。筆記式の試験になりまして、そうですね、A41 ページで、見開き A3 の原稿用紙がありまして、それを表裏を書いて提出していくという試験になります。時期は7月の第1週の日曜になります。カレンダーの都合によっては6月最後になることもあるんですけれども、時期はいつもこのあたりです。で、会場は東京と大阪になりまして、これは名古屋の会場ありませんので、東京か大阪かどちらかを選んで願書を出すというふうになっています。で試験は朝から夕方までありますので、大抵ちょっと前の晩宿泊して臨まれるっていうのもこの辺りにお住まいの方の受け方です。で、
試験の内容ですけれども、特許と実用新案法で2時間で2通の法案を作成して提出していきます。その A さんの裏表を2枚書いて提出するということですね。はい、で、意証法は 1.5 時間で1枚。で、商標法も同じで 1.5 時間で1問出て1枚作成するという形になります。はい、で、こちらは、そうですね、合格ラインが、まあ、1本あたり54点といったところが合格ラインになってきます。で、この54点っていう点数なんですけれども、偏差値だっていうふうに思っていただければいいかなと思います。文章を書くのも、書いて提出していく方も人間ですし、採点する方も人間になりますよね。で、この採点の甘い辛いみたいなのがどうしても出てきますので、そこ複数の試験官の方が一つの答案を採点して、で、他の試験官の方の点数とかも比べて、補正をかけていって、最終的なそれぞれの点数を出すという形をとっています。で、偏差値だというふうに思っていただければいいです。で、で、それが偏差値で54点といったところですね。そこが合格ラインになります。で、こちらの論文試験も、ちょっと足切りのラインがありまして、一科目でも、この47点未満というところを取ってしまうと、ちょっと全体的に全部合計すると結構点が取れているんだけれども、ちょっと一科目でも47点未満になってしまっていると、ちょっとその年は残念でしたということになってしまう。で、こちらも、やっぱり苦手な、極端に苦手な科目を作らずに点数を揃えていくっていう、そういう勉強の仕方をしていく必要があります。はい。で、こちらは合格率は、例年 25% くらいのところで安定していますね。で、選択科目の試験がある方については、その、必修科目、その7月の頭くらいですね、あるんですけれども、その3週間後に、あります。で、選択科目ですけれど、一定の資格などで免除をにすることができます。なので、お持ちの資格などで免除にできるものがありそうかどうかっていうのを、まだちょっとお調べになってない方は、調べてください。東京庁のホームページにあります。で、理系の修士以上の方は、基本的には免除になります。いろんな国家資格、他の国家資格とかですね、お持ちの方も免除になるものがあります。で、そうですね、まあ、早めに確認をして、はい。で、二次試験に合格できますと、最後三次試験、口述試験ですね、こちらに駒を進めることができます。これは口述試験っていう名前の通りで、口頭で聞かれたことに対して口頭で答えていくっていうタイプの試験になります。で、時期は10月の中旬ですね。はい。こちらについては特許実用新案法と、意証法と商標法、それぞれについて10分程度、口頭でのやり取りをという、そういう試験になります。A から C の3段階の評価で、がつきまして、その C 評価が一番下になるんですけれども、C 評価を2科目以上取ってしまうと、残念ながら不合格ということにはなるんですけれども、合格率もちょっとこれ特許庁発表のもので書かせてもらってるんですけれども、最近、本日点は90% 以上の方が合格する試験になってますので、あまり怖がりすぎる必要はないんですけれど、ただその3次試験って、その年で一番、試験をくぐり抜一次試験、二次試験くぐり抜けてきた人たちばかりが集まってっていう試験になりますので、一番なんていうんですかね、レベルの高い人たちが集まっている試験になりますから、油断は禁物ということになります。はい、そうですね、最終合格率など、これも特許庁発表のものですけれど、ここ数年のものを書かせてもらいました。ちょっと難関試験ということになりますが、試験に必要な勉強をしっかりしていけば、受かることができる試験資格だと思い、試験だと思っていますので、頑張っていきましょう。はい。で、2名のその次、3ページのところですね。試験対策といった項目で書かせてもらいました。それぞれの試験がどんな感じかっていったところですけれども、まず、担当試験ですね。担当試験は、条文
週持ち込みをすることができない試験になります。ですので、条文の内容をしっかり自分の中に定着させて試験に臨む必要がある、試験ということになります。で、まずこの上4項のうち、特許実用新案のところですね、ここの配点が20点あります。ここが一番大きいんですね。で、やっぱり特許法一番難しいなっていう内容多いんですけれども、ここの勉強が基本ということになりますので、まずは特許法をの知識をしっかり固めていくようにしてください。はい。で、そうですね、先ほども申し上げましたが、まあ、合計点としては44点を目指して勉強していきましょうということになります。で、まあ、担当試験はこの対策の勉強をすることで法律の細かいところまでもしっかり自分に定着させていくということを繰り返していくことになりますので、担当試験でしっかり点が取れるような勉強をすると、その次の二次試験ですね、論文試験の勉強にもすごく役立ちますので、しっかり担当対策をしていっていただければと思います。で、論文試験のことも書かせてもらいました。論文試験は条文集が貸与されます。で、この条文集を使ってくださいというふうに条文集を貸してもらいます。ですので条文は見ることできるんですけれど、まあ、その試験の時間限られてますので、やっぱり条文は頭に入れて自分の中に入った上で当日はもう確認する程度というふうにまで仕上げておく必要はあるかなというふうに。で、論文試験ですけれど、その文章を書いていくってことになりますので、あんまり文章って最近書いてないし、ちょっと作文とかあんまり得意じゃないですって方もいらっしゃるかと思うんですけれど、文章がうまいとか下手とかはあんまり関係がないかなというふうに思います。いきなりこの原稿用紙に回答を書いていくわけではなくて、問題文を見てどういうことを書いていこうっていうのを、その答案に書く骨子をまず作るんですね。それを作って、それを作ったら、それに沿って答案を作っていくっていうことをやっていきます。なので、その答案構成をいかに上手にやるかっていうのがポイントになってきます。で、そこの勉強を皆さんと一緒にやっていきたいと思っています。まあ、あとはそうですね、最後のところ、括弧3番のところで、合格者の勉強時間、これ、いろんな言い方してる人がいるんですけれど、まあ、ちょっと一例としては、1500時間から2000時間っていうふうによく言われますので、まあ、ちょっと、こう、まあ、そうですね、これくらいはちょっと勉強時間を確保していかないと、いけないなっていうふうに考えて、日々の生活の中でどうやって勉強時間を作っていくかなっていうふうに考えていただけるといいかなと、その目安となればと思ってちょっと挙げました。はい。続いて、この次4ページですね。そうですね、講義に持ってきてほしいものを、こちらは5番のところで書かせてもらいました。まず最初、条文集ですね。条文集は、こちらのものになります。これ、アテックさんの出している、知的財産権公文集というもので、今出ている一番新しいものは第29版となります。ですので、まずこれ、ご購入いただければと思います。はい、試験範囲の条文が全部入っているになります。はい、でこれは入門講座と論文基礎力完成講座で使っていきます。はい、あと、条文集、他に、パテックさんが出してるんで、丸2番のところに書いたんですけれども、この4項対象っていうものがあって、ね、特実1章をこう縦に条文を縦に並べて、それぞれを回避しながら見やすくしているっていう、そういう条文集になります。で、こちらは、担当基礎力完成講座の方で使っていきます。で、例年、秋ごろに最新号が出ますので、その時に4項対象についてはご購入いただければと思います。今はもちろん、もう持ってるよとか、ちょっと買って見てみたいっていうのは、それはもちろん構いませんが、ちょっと法改正のこととかもありますので、
配信版が、いつも秋ごろ出ますので、そのタイミングでご購入いただくのがいいかな。はい。で、あとは、テキストですね。今日は、全体構造ですので、このレックの、テキストがあるんですけれども、これご自宅に届いていたり、今日受け取った方もいると思いますけれども、これを、持ってきてください。全体構造は今日だけで終わってしまいますので、来週は、特許法のテキストを持ってきてください。はい。で、先ほどお話ししましたけれど、講義だけの回と、演習の回があります。で、その演習編の回の時もテキストはお持ちください。持ってきてください。わからないことがあった時とかに、その場ですぐ確認できるようにしたり、ちょっと時間が余裕がある時には、テキストの説明をさらにしたりっていう場合がありますので、演習の回の時もテキストをお持ちください。はい。あとは、アウトプットの回の時、ね、演習とか、当連、論文基礎力完成講座とか、単独基礎力完成講座になってくる。答案練習のこと、当連っていうふうに言うんですけれども、当連の回が出てくるんですけども、その前には、テキストの他に、ご自宅に届くかと思うんですけれども、もう届いているかなと思うんですけれども、演習とか当連の問題と、あとその回答用紙だったり、あと解説冊子、そういったものも、講義の時には持ってきてください。あとは筆記用具ですけれど、消せるマーカーで、先ほどの6色プラスグレーですね、全部で7色になります。こちらを、ご準備いただければと思います。で、そのテキストにいろいろ書き込んだりしていくので、そういう筆記用具も、それぞれでお持ちいただければと思います。まあ、テキストに書き込んだり、ノートに取ったりっていう、筆記用具については何使っていただいてもいいんですけれど、やっぱりフリクションなど消せるものですと、結構気軽に書き込んだりできますので、勉強はやりやすいかなという。あとは、論文の答練の会には、答案作成用に万年筆か、ボールペン、ボールペンは水性でも油性でもいいんですけれども、そちらをお持ちください。論文の答案、鉛筆、シャープペンシルで書きません。消せないペンで書くっていう決まりになっています。ので、また、おいおいお話はしていきますけれど、自分が答案を作りやすい、たくさん書いても手が疲れにくいペンっていうのを、ちょっと時々、文房具屋さんに行った時とかに試し書きなどをして、自分に合ったペンっていうのを探していくっていうのをやってください。で、あとは、あと持ってきてほしいのは、担当の過去問集がレックから出ているんです。こちらが、担当の過去問集の特許実用信用一生法商標法、上4法のこの冊子になります。こちらを、去年の問題までが載ってるんですね。2023年版という名前がついているんですけれども、こちらをちょっとご購入お願いします。で、まず、こちらの上4項の分の過去問集だけご購入いただければ構いません。もちろん過去問集ですので、こっち青い方、これが条約と著作権法と不正競争防止法の過去問が載っているもので、こちらも去年までの問題に載ったものに出ているんですけれど、こちらはまだ今はご購入いただかなくても大丈夫です。こちらの赤い方ですね、上4項の、担当過去問集、こちらはちょっとご購入いただければと思います。レックの窓口でご購入いただくと、普通の書店で買うよりも割引になると思いますので、そこは上手にレックを使ってあげてください。時々、そうですね、演習編、入門ですと演習編の勉強したときに、ちょっと時間があれば、過去問をちょっと選んで、皆さんに演習していただこうかなというふうに思ってますので、お早めにご購入いただければと思います。はい。そうですね。あとは、このページの一番下ですね、講義を録音したいなっていう方は、ボイスレコーダーだったり、あとは、スマホとかでも録音できますよね。そういう録音できる機材を、ご自由にお持ちください。講
にはすべて録音可能です。で、そうですね、ここにも書かせてもらったんですけれど、一発合格者だったり、結構、早期に合格できた方にどうやって勉強したのかっていうふうに話を聞くと、特にこういう入門の段階ですね、ここの勉強では、録音した講義の内容を繰り返し聞き流したっていう方が、やっぱり相当程度いらっしゃいます。なので、そうですね、で特にこの入門講座ですね、入門講座って本当これからの勉強の基礎、本当に自分の基礎になる部分のところの勉強をやっていきますから、そこをしっかり定着させることは非常に重要になりますので、録音データを大いに活用して、基礎を固めていっていただければと思います。はい、毎回持参してほしいものはこんなこと。で、続いて、その右側のページですね、5ページのところ。でご自宅で勉強を進めていただくのに準備してほしいものっていうのを挙げました。まず1番が括弧1のところ青本ですね。これちゃんとした名前はここ書いてありますよ。未公表所有権法、産業財産権法、築城解説、これ発明推進協会さんから出ているので、書籍だと結構すごく分厚いんです。これくらいあるすごい本で、これは東京庁のホームページでも PDF で公開されてますので、そちらでご覧いただいても構いませんし、書籍を購入していただいてもどちらでも構いませんが、自宅とかで勉強するときにすぐ内容を確認できるようにしていただければと思います。PDF だったらタブレットとかに入れてすぐ見れるようにしたりとか、そういう活用できますので、あとは書籍で購入される方は、すごく分厚くて、こう開いたりしまったりも結構大変なので、広域ごとに分けて分割してしまうと結構使いやすいので、それをお勧めします。私も受験生の時は分割して使ってました。分割するのは金庫とかに持って行って、ここからここまでで一冊、ここからここまでで一冊という付箋とかをつけて係の人に頼むと分割ちゃんとやってくれますので、書籍で買われる方はぜひ分割してそうすると一冊あたり薄くなります。手軽に取り出してすぐ見れるようになりますので、そうやって活用してください。はい、で次が、令和元年と令和3年ですね。これの改正本ですね。これが、こちらになります。こちらが令和元年の改正本で、こちらが令和3年の改正本ですね。この私たちがこれから勉強していく法律、この知的財産に関する法律のところって、ビジネスにすごく直結している法律ですので、その改正が割と頻繁にあるっていうのが一つ大きな特徴になっています。で、その法律を改正する、変えるっていうことにはやっぱり意味とか必要があって変えるわけでして、で、なんで変えたのかっていうことを結構試験で問われる場合があるんですね。なのでそこを深く理解するために割と近いところの改正については改正本に目を通しておくということが必要になります、はい、でこの改正本の内容ですけれども、これも東京庁のホームページで PDF で公開されてますので、そちらでご覧いただいてもいいですし、書籍そんなに深くないのでどちらも700円感じですので、やっぱり書籍があるとすぐ手に取って確認しやすいので、必要に応じて書籍を購入いただければと思います。はい、では改正本の話でした。であとは、その下審査基準ですね。審査基準についてです。審査基準って特許庁の審査官の方が出願の内容の審査をするときの要は審査マニュアルになるんですけれども、審査基準の内容も試験で問われる場合が結構ありますので、こちらも勉強していく必要があります。で、特許法と実用新案法、医商法、これらについては
書籍で出てませんので、その特許庁のホームページでその内容を確認することができるになります。なので、必要に応じて特許庁のホームページで見て確認するようにしてください。そうですね、よく見るところについてはプリントアウトしておいて、手元に置いておいてっていったところもいいかと思います。で、商標の審査基準だけは書籍になって販売されてます。これが今出てる商標の審査基準の冊子になります。今は改訂第15版というのが一番新しいものになりまして、この商標の審査基準については、これは546円ですので、本当安価ですので、こちらについてはぜひ、購入ください。ちょっと、法改正とかも見込まれるんですけれども、変わらない部分もありますので、商標と入門講座の商標の講義が始まる前までで構いませんので、そのあたりまでで、ぜひ書籍をご購入いただければと思います。やっぱり、すぐ見れるようにしておくのはすごく大事ですので、押してください。あとは、ですね、過去4番のところ、不正競争防止法については、ここに書いてある書籍ですね、これが発行されてますので、これについても経済産業省のホームページで PDF で公開されてますので、必要に応じて、これはウェブ上で見ていただければいいかなというふうに思います。そうですね、不正競争防止法、単価アドバンステキスト結構充実してますので、そちらで勉強していただければまず大丈夫かなと思うんですけれども、もう少し調べたいなということが出た場合には、ここに書いた、この内容を調べていただくと理解が深まるかなと思います。はい。続いて、この次ですね、筆記用具になります。担当試験はマークシートの試験になりますので、鉛筆とかシャープペンシルで回答すべき枝を塗りつぶして、間違えたら筆記ゴムで消すということになりますので、こちらの、そうですね、レックの操練とかを受ける場合も、担当対策の操練を受ける場合には、鉛筆かシャープペンシルをご用意いただくことになります。あとは、論文試験については先ほどもお話ししましたけれども、消せないペンで書くということが決まりになってますので、ちょっと万年筆だったりボールペンだったり自分に合うペンをすぐ探してみてください。そうですね、私自身は結構筆圧が強くて、細めのボールペンだとすぐ手が痛くなってしまって全然ダメっていうのがありまして、すごく安い万年筆を使ってました。安価なものもありまして、万年筆だと結構インクがスルスル出てきて見やすいので、私は万年筆を使ってました。このあたりは書き癖とかは、ね、人それぞれになりますので、ちょっといろいろ試してみたらいいんじゃないかなというふうに思います。で、あとはインクの色ですね。色は黒または青っていう風に、試験の要領で決まっていますので、その色にしてください。で、青、特にこだわりがなければ、黒のインクを使っていただければいいかなと思います。どうしても青が好きなんだっていうことで、青いインク選びたい方は、あんまりそうじゃなくて、紺色みたいな、結構黒に近い濃い青のインクを選んでください。この試験の採点をする場合なんですけれども、複数の試験官の方で一つの答案を採点するということになりますから、その答案をコピーして、で、それを採点していくということになるんですね。なので、そのインクの色があんまり薄いと、コピーにうまく乗らないということになると、書いてあるけど何て書いてあるか分かんないから点がつかないみたいなことになってしまうと、とても残念なことになりますから、インク青いインク使うんでしたら濃い青を選んでください。はい、はい、で、それ一方のところですけれど、ですね、法律の基礎的な知識の内容だったり、あと条文の読み方だったりといったところを簡単に説明してあります。これはちょっと講義テキストに入ってから必要に応じて
ホームページ見ていこうかなというふうに思っています。で、このレジュメの説明はまずはここまでということですね。はい、はい、では、いよいよちょっとテキストの説明に入ってきますが、そうですね、1年合格ベーシックコースですけれど、ご承知の通りで入門講座があって、論文基礎力完成講座があって、参照基礎力完成講座があるという、この3本立ての構成になっています。で、要は試験範囲の勉強を3回繰り返してやるという、そういうカリキュラムになっています。で、これから皆さん勉強する入門講座、入門という名前ついてるんですけれど、この入門っていうのは、簡単っていう意味ではちょっとなくて、すごい基礎をやりますよっていう、そういう意味合いだっていうふうにご理解ください。ですので、入門って言っても結構すごく大事なことを勉強していきます。本当に日本試験に対応するために必要なところを勉強していくので、ちょっと頑張って勉強していきましょう。で、皆さん、いろんなバックボーンをお持ちだと思うんですけれども、まあ、大半の方が、法律って初めて勉強していくっていう場合が多いと思うんですね。で、で特に法律の中でも結構マニアックなこの知的財産に関する法律っていうことを勉強していくことになります。で、最初は皆さんの中にまだ知識が全然蓄積されていない状態になってますので、やっぱり講義ちょっと聞いて難しいなって思ったり、一遍聞いただけでは理解できないということがあると思います。まあ、これは当たり前ですので、あんまりそこでは悩まないようにしていただければと思います。わかりにくいなって思った箇所があったら、その箇所がどこなのかっていうのを自分で明確にして、自分が理解できているところはここ、理解できてないところはここっていうのを自分でちゃんと区別をして、分かっていないところに重点的に復習をするっていうふうに、やっていっていただければと思います。で、まあ、で、その一方で、この入門講座なんですけれども、あんまり完璧主義になっちゃって、分かんないところに固執しすぎるのもちょっと良くないかなっていうふうに思います。まあ、そのあんまりこだわりすぎずにカリキュラムの流れに乗っかって先へ先へっていうふうに単元進んで勉強していくってことも、まあ、同じくらい重要かなというふうに考えています。今分かりにくいなって思っていることって今後勉強を重ねていって自分の中に知識が増えていったときに後から理解できることっていうのもきっとあるはずですね。なのではい、なのであんまりこだわりすぎずにっていうところも大事になります。このさじ加減なかなか難しいんですけれどちょっと意識してやっていただければと思います。で、まあ、復習もしていくんですけれども、まあ、その入門講座の勉強をやり始めたばっかりですとまだちょっとその自分の中によりどころにできる知識っていうのがあんまりないので、理解のやり方もなかなか難しいっていう場合もあると思うのでじゃあちょっと知識つけるために本屋でちょっとなんか学術書を読んでみようとかって思う方いるかもしれないんですけれどもそういうのあんまりおすすめちょっとしないです。勉強しようっていう意識はとても素晴らしいことなんですけれど私たちがこれからやる勉強っていうのは試験に合格するための勉強をやるんです。学者さんになろうっていう勉強をするわけではないっていうところをまずはしっかり意識していただきたいなというで、もし何かちょっと復習の助けのために何か本を読んでみようと思った場合には、青本をまず読むっていうようにしてください。あまり他の本に興味を持って、もし読むんだったら青本を読む。そうですね。じゃあ、今日やる全体構造ですね。これは入門講座の勉強の準備段階のことを勉強していきます。知的財産の全体を見るといったところで全体構造です。まあ、ちょっと初日ですのでね、気楽に今日は臨んでください。本文集も今日ないっていう方、いらっしゃると思いますけれども、なくて構いません。大丈夫です。で、今日は今後やっていく特許法などの、各保育の勉強に入るための下地を作っていくような、というところを今日見ていきます。
う気持ちを大事にして入門講座まずはどんどん進んでいっていただければいいかなと思います。はい、じゃあ、テキストを見ていきますね。まずテキストの最初目次がありまして、ちょっと目次を開いて右上で1ページっていうところがありますね。ここから見ていきます。はい、1、知的財産法といったところになりますね。知的財産法って書いてあるんですけれど、知的財産法っていう名前の法律があるわけではありません。知的財産権に関することを規定したいくつかの法律をまとめて呼んでいるという名前が知的財産法なんだっていうふうに思っていただければと思います。で、最初、オートバイの絵が描いてあって、その前に特許権、必要信用権、意思要権、商標権っていうふうに書いてありますね。あ、テキストがない。ない方、大丈夫でしょうか。失礼します。1ページ、右上で1ページ。はい、オートバイの絵書いてありますね。で、左上に特許権という資格があって、車両盗難防止装置なんかは発明ですので、これを保護するのが特許権を使って保護をしていくということが書いてます。オートバイですと、例えば、タイヤについてもいろんなアイデア、発明になるアイデアがありますし、あとはエンジンとかですね、そういうものについてもいろんな発明が詰まっています。一台のバイクには、様々な特許発明が使われているということです。で、右上の実用新案件のところですね、形あるアイデア、座りやすいシート、こういったものは実用新案件を付与して保護していくということになります。実用新案法は、小発明というふうに、小さい発明って書いて小発明というふうに呼ばれる法案ですね。これを保護していくそういう法律になります。日用品だったりアイデアグッズだったり技術レベルが何て言うんですかね、発明っていうより発明っていうものに対してはちょっと低いかなっていうものについても特許法、特許とは住み分けて保護していけるようなそういう権利が実用新案件ということになります。で、左下のところですね、デザイン、自動二輪用、二輪車用のアルミホイールだったり、車体のデザイン、これデザインを保護していく。衣装っていうのはデザインという意味になりますので、これには衣装権を付与して保護していくということになります。そうですね、衣装については国によってはデザインパテントっていう呼び方をして特許と同じように保護していくそういう国もあるんですけれども日本では衣装権っていうのを設けてデザインについては特許とは別に保護していくというそういう法律の作り方になっています。で、衣装法ですが令和元年に大きな改正がありまして、建築物のデザインであったり画像自体のデザインを衣装権を取って保護できるようになったというところがありまして、今、注目の法律になっています。バイクの絵の右下、商標のことが書いてありますね。自動二輪車の名前だったり、その整備のサービスだったり、それについてのロゴマーク、商標、そうですね、商品名だったり、メーカーの名前だったり、サービスの名前だったり、そういったものを商標として保護していく。ということになります。あとはちょっとここには出てきてないんですけれども、著作権法とか不正競争防止法っていうのも知的財産という名前で呼ぶときの仲間に入ってきます。著作権法はよく皆さんも耳にするものかなというふうに。で、不正競争防止法は後からまた詳しい説明が出てくるんですけれども、こういう行為をしたら違法ですよっていう行為をいろいろ限定列挙して定めていくという法律になります。はい。この下の1、知的財産とはといったところですね。ここの内容をちょっと見ていきましょう。そうですね。上から4行目のところ
くらいから見ましょうかね。通常財産として思い出されるものとしては、土地、建物、宝石といった形を有するもの、すなわち有体財産ではないでしょうか。有体財産は民法等の法律によって保護され、他人に盗まれたり壊されたりしないように規定しています。で、その下ですね、これに対しのあと、ここちょっとマーカーがあればマーカーで、特に何もなければちょっと下線を引いたりしていただきたいんですけども、知的財産っていったところ、ここまずピンクで見てください。で、この隣に形を有しない財産ってあります。ここも塗ってください。で、その後、つまりの後ですね、無体財産、ここも塗っておいてください。ということで、そうなんですよね。その上のところで書いてありましたように、民法で保護するものっていう言い方をするときには、これは有形財産なんですね。これに対して、発明ってその人の考えたアイデアですね。で衣装っていうのも、デザインの形に最終的にはなってるんですけれども、それを思いついたっていうのはやっぱりアイデアですね。ですので、そういったもの、形がないものについては、ちょっと民法だけだと、上手に守りきれないということがありますので、別途に法律、知的財産を、保護を充実させるための法律が必要だというところで、この知的財産法というのが設けられているということになります。はい。そうですね。その下をちょっと見ていきましょう。例えば、音楽 CD を購入した人は、その音楽 CD は自分のものであると考えますし、それを販売した店も全く関係のない他人も、その音楽 CD は購入した人のものであると認識します。これは有体財産という観点によるものです。一方で、音楽 CD を購入した人は、音楽 CD に記録されている歌詞や曲まで自分のものになったとは考えていません。歌詞や曲は作詞家や作曲家のものであると理解しており、それは全く関係のない他人も同様です。これは無体財産という観点によるものです。で次のページですね。ページを見ていきます。音楽 CD という形であるもの、有体物は、その歌詞や曲を他人に伝達するための伝達媒体に過ぎず、音楽 CD の真の価値は、そこに記録されている歌詞や曲といった形のないもの、無体物にあります。そこで、法は有体物のみならず、一定の無体物を財産として認め保護しているのです、ということになります。このあたりの解説、もうちょっと補足したのが、先ほどのレジュメの6ページのところにありますので、こちらは、お家に帰った後で構いませんので、ちょっと目を通しておいてください。民法って人っていうのと物っていうのを定義してるんですね。人で、その物っていうのは、人っていうのは権利の主体となるものを人っていうふうに定義していて、物っていうのは権利の客体となるものを定義をしていて、それが民法上は有体物ですよということになっています。で、知的財産っていうのは無体物ですので、無体物ってことはやっぱりその民法でいうものっていうのに入ってこないということになるんですね。なので民法ではちょっと十分に保護できないということになりますから、何らかのルールがないと十分に守ることができない。なので知的財産法が民法の特別法として作られたということです。はい、続いて、右上の、3ページのところですね、を見ていきます。2、知的財産の種類というところですね。はい。このすぐ下のところを見ますね。知的財産基本法2条1項における知的財産の定義によれば、知的財産は以下の3つに対別されますというところで、3つ書いてありますね。知的財産から右に伸びていて、丸1番のところです。人間の創造的活動により生み出されるもの、どういうものかというと、このした括弧書きがありまして、発明、考案、植物の新品種、一生、著作物と。で、丸2番、商標、称号、その他事業活動に用いられる商品、または役務を表示する。これ、役務っていうふうに読みますので、この読み方ちゃんと覚えておいて。サービスのことですね。
その下、丸三番、事業活動に有用な技術上または営業上の情報、営業秘密など、ね。要は何を守るか、どういったものを保護対象にするのかといったところで、法律が大きく3つに分けられますという説がここに書いてあります。はい、あとは目を通しておいていただければいいかなと思いますので、続いて4ページのところですね。はい、いきます。3番、知的財産を守る知的財産権といったところで、一覧表をついてますね。この表は知的財産をこう見やすく説明するためにまとめた表、単にまとめた表ということになりますので、特にこの内容を覚えなきゃとかそういうことはありませんので、ちょっと整理するために見ていただければ問題ないです。で、弁理士試験の範囲としましては、ここは塗ってもらいましょうかね。ピンクのマークがあればピンクです。の中で一番右のところで一番上の特許法ってありますね。ここ試験範囲です。で、その下の必要審査法、ここも試験範囲。ここも見てください。で、その下、意表法、これも試験範囲。で、その下の著作権法、これも試験範囲になります。で、その下2つ飛ばしまして、丸2の一番上のところですね。商標法、これも試験範囲になります。で、これを見ておいてください。であとは不正競争防止法がこの対象によってちょっと枠が2つに分かれているんですけれども、その下2つ、不正競争防止法書いてありますが、ここも試験範囲ということになります。はい。なので、弁理士試験の範囲は、その適材官法って呼ばれるもの全てが範囲ではなくて、今見ていただいた範囲ということです。あとは条約の試験の範囲になりますね。知的財産に関する国際取り決め、国際的な取り決めですね。そういったところも試験範囲にはなっています。はい。で、続いて、そうですね。右上で5ページのところ、ここもちょっと見ていきましょうか。一番上の4、知的財産法の分類といったところのページになります。そうですね、知的財産法の分類で、その下のカッコ1、法律の目的による分類といったところ、ここ見ていきましょう。はい、そうですね。で、ここは図がありますね。産業財産権法と著作権法、法律の目的によって分けるんだったら、この2つに大きく分けることができますっていうところが図示してあります。産業財産権法っていう書き方ですね。今は産業財産権法っていうふうに、この特許法、実用新案法、意思用法、商標法をまとめて呼ぶときによくこの呼び方をします。これは以前は、平成14年までのところですかね、ここは工業所有権法っていう呼び方をされていました。ただ所有権っていう言い方って、有体物に対して主に使う言葉ということになりますので、無体物にはちょっとあまりふさわしくないよねといったところになりまして、当時の小泉内閣、ね、この時にこの用語などを整理して、以降は産業財産権法と呼ぶようになりました。はい。で、そうですね、知的産業財産権法と著作権法という図旨がありまして、一番上のところですね、最上位概念としては知的財産法といったところでひとまとめにできるんですけれども、法律の目的によって分類できる。産業の発達といったところを目的としているものが産業財産権法。で、こちらの産業財産権法は特許庁が管轄する法律になっています。特許庁は経済産業省の外局といったね、はい、なので、この産業財産権4法ですね、特許法、実用新案法、意思用法、商標法については、それぞれ1条のところに法目的が定められているんですけれども、そこに産業の発展に寄与するという文言が全部入っています。で、もう一つの方ですね、文化の発展という目的ですね。はい、これ、著作権法がこちらの範疇に入ります。著作権法
校はあの文化庁が管轄しているになりますね。文化庁はあの文部科学省の代表になります。ですので、あの著作権法の第1条にもあの法目的が定義されているんです。もうここには文化の発展に寄与するというものが入っています。分け方いろいろあるんですね。でその次がその下の括弧2番、保護の対象による分類、保護の対象によっても分類することができるということになります。そうですね、テキストの内容をちょっと見ていきますね。知的財産法はまた何を保護の対象とする法律であるかによって、分類することもできます。そうすると発明などの人間の創造的活動により生み出されるものを保護する創作法と呼ばれる法律のグループと、商標などの事業活動に用いられる商品または役務を表示するものを保護する標識法と呼ばれる法律に分類することができます。この2つに差別することができます、ね。はい、その下に創作法と標識法という図紙があります。創作法あの、呼ばれるもの、創作物を保護するですね。はい、で標識の保護、標識、世の中に既にある文字とか記号とかから選び出してその標識を作っているっていう考え方がありまして、それは選び出したもの、あくまでもともとある文字とか色とかイラストとかそういうものを選んで作ったものっていったところから、こういったものについては創作物ではないっていうふうに考えています。あくまで選択して作ったもの、選択物だっていうふうに考えます。なのでちょっとこういう分類の仕方がある、そういったところで、とはその創作法と呼ばれるところの範疇と標識法と呼ばれるところの範疇で一番大きく違うのは、その創作法が保護する対象である創作物というのは新しいということにすごく意義があるんです。まだ世の中にないもの、それがすごく産業の発達に寄与する新しいものというところに保護価値があるという考え方があります。ですのでこの特許法、実用新案法、意匠法、著作権法はちょっと置いておいて、この特許法、実用新案法、意匠法については新しいものであることといったところが、その登録要件の下に入っている。新規性というのが求められているというところです。で、一方、この商標法ですね、標識法という方に分類される商標法ですけれども、選択物である商標を保護している、そういう法律になります。商標ってブランドの名前だったりするので、こちらは長く使われれば使われるほど、ブランドの価値って上がっていきます。ポットで、ね、すぐなくなっちゃうのも、ずっとあるブランドの方が、なんていうの、商品の信頼性もあるし、これを買って、自分で使ってみたい、身につけてみたい、その車に乗ってみたいという、そういう気持ちにさせるものというか、ね。なので、この商標法については、どっちかというと、古い方が偉いっていう感じで、新しいといったところにはそんなに意義がないというふうに。で、その新規性っていう、そういう登録要件はない。はい。あとは、そうですね、創作物の保護といったところには、試験範囲には入ってないんですけれども、その種苗法で保護される植物の新しい品種だったり、半導体集積回路の回路配置を保護する。法律があるんですけれども、そういったものもこの2つの方法で作られている。はい、続きまして、6ページのところですね、もうちょっと別の分類もありますよといったの説明があります。6ページ一番上、カッコさんですね、保護の方法による分類です。ここ図示されてますね。権利扶養法と公益性法というふうに大きく分かれています。権利扶養法っていう、何か権利を与えて、その権利があるっていったところで保護していく、そういう法律が、こちらのグループになります。特許法、実用新案法、意匠法、商標法、著作権がこちらのグループに入ります。で、一方、行為を規制する公益性法っていうふうに書いてます。
ね。不正競争防止法、こちらのグループに入ります。こういう行為をしたら不正競争に当たりますので、やってはダメですよということを定めているのが不正競争防止法。なので、まあ、知的財産に関する法律を分類するときにも、いろんな分類の仕方があるんだなと。はい、では、ここで、途中の休憩にしますので、10分休憩してください。
はい、それでは、時間になりましたので後半の講義進めていきますね。後半はテキストの7ページですね、右上7ページのところから見ていきます。一番上の5番、知的財産法の位置づけといったところですね。ここから見ていきます。まず括弧1、一般法と特別法という考え方ですね。まず見ていきます。この話っていうのはもうこの全体構造のところでしか出てこないところですので、まあ、ちょっとちゃんと見ておきましょうといったところになります。まずテキストをちょっと見ていきますね。一般法とはその分野対象について一般的に適用される法律であって、より適用範囲の広い法律のことを言います。でそれに対してその次の特別法ですね。特別法とはある特定の分野対象に適用される法律であって、より適用範囲の狭い法律のことを言います。一般法と特別法の関係は相対的なものですということが書いてありまして、その下にピラミッド型の絵が書いてありますね。まあ、一般法というのがベースにあって、でそのもうちょっと狭いところを特別法といったところで押さえてますよっていうイメージの絵かと思います。まあ、ピラミッド型がいいのかどうかちょっと私よく分かってなくて、ピラミッド型っていうよりは一般法っていう広いところの中に特別法があるっていう、そういうイメージかなという気もするんですけれど、まあそういう説明です。で、そのピラミッドの下のところもちょっと見ますね。知的財産法に関して言うと、民法、刑法、行政法等は知的財産法の一般法であり、知的財産法は民法、刑法、行政法等の特別法ということになります。ということが書いてあります。はい、先ほどもちょっと出てきましたけれども、民法といったときには、これ、民法は有体物を客体とする権利にまつわること。主に規定している、そういう法律が民法ということになります。で、一方、特許法などが保護の対象とするものっていうのは発明だったり、著作物であったりっていう無体物ということになりますよね。でなので、民法の規定ではちょっとうまく守りきれない部分があるので、そこを特許法などの特別法というものを設けることによって保護を図っているといったところになります。このあたりのことはお配りしたレジュメですね、A4 のレジュメの、6ページ、7ページあたりにもちょっと補足というか別の視点でといったところで記載をしておりますので、ちょっと合わせてお家に帰って見ておいていただければと思います。でこのレジュメなんですけれど、8ページのところちょっと見ていただけますか。この8ページの、一番上のところ、丸3番ですね。特別法は一般法を破るという法原則っていうふうに書いてます。特別法、ここに書いてありますように、特別法って民法の規定、特許法とかのこの適材産法の場合ですけれど、民法の原則だとうまくいかないので、特別法を設けています。ね、なので、場面を限定した特別な法律がある場合には、その一般法よりもその特別法の内容が優先して適用されますよっていう、そういう法律の考え方があります。で、そこはちょっとご認識いただければなというふうに思います。はい、そうですね、一般法と特別法の関係といったところですけれど、まあちょっと具体的なイメージ持ってもらおうかなとすると、例えば特許権の侵害の事件とかって時々テレビのニュース、まあ、ネットのニュースだったりで話題になることありますよね。今週ちょっと大きいのありましたよね。コナミさんがウマ娘のサイ・ゲームさんをもうちょっとやっぱり我慢できないという感じで訴訟に踏み切ったようですね。で、まあその権利を侵害された人っていうのは、侵害となる行為をしている相手方に、その行為やめてください、要はゲームだったらもうゲームの配信とかやめてくださいっていうふうに言うことができるんですね。それを差し止め請求っていうふうに言います。やめてくださいっていう差し止め請求ですね。で、またその侵害行為があったこと
け売れるはずだったのに、あなたのところが勝手に侵害しちゃったから、うちのゲームが売れなくなったとか、なんかそういう損害が生じている場合がある。そういう場合には、この損害を補填してくださいっていうふうに言うことができるんですね。これが、損害賠償というものになります。で、特許権の侵害に対抗するために使う法律は、民法の709条っていう条文を使っています。ね、で、なので、この特許権の侵害っていうのは、この民法709条の権利の侵害に該当するっていうふうに考えます。なので、要はそこは一般法のところにもう定めがあるので、そこの規定を使いますよっていう考え方ですね。なので、特許法の条文の中に、わざわざ、なんていうんですかね、権利侵害に対して損害賠償請求ができますよっていう、そういう法律はないんですね。民法の損害賠償について規定している709条のところを使っているからというふうになっています。ところですかね。また、このあたりは、特許法で順番に見ていくというのを、おいおい見ていきましょう。はい。で、あとは、そうですね。この下の、テキストの一番下の、カッコ2のところですね。政令省令といったところ、ここも見ていきますね。まず、テキストの内容をちょっと見ますね。法律は、唯一の立法機関である国会によって制定されます。憲法41条。しかし、例えば、手続きの詳細等の事項を法律で規定してしまうと、それを改正する場合も国会を通過する必要があるため、社会の変化に迅速に対応できないなどの弊害が生じてしまいます。そこで、制度の根幹となる部分は法律で、手続き等の細目は比較的改正が容易な政令、省令で定められています。政令とは内閣の制定する命令のことを言い、省令とは各省の大臣が自らの担当する事務について発する命令のことを言います。という状況になっています。なので、ここにも書いてありますように、法律を改正しようってした場合には、勝手に変えられないんです。国会の審議を通らないと改正できないんです。それってやっぱり時間がかかりますよね。なので、ここに書いてありますように、細かな手続きごとについては法律ではなくて、政令、省令で定めているというふうに、使い分けがされています。で、弁理士試験についてですけれども、95% 以上ですかね、ほぼほぼが、法律の内容のところから出題されます。で、政令とか省令のところまで知ってないといけないっていうのは、残りの 5% くらいですね。まあ、ちょっと、ほんのわずかといったところになります。なので、政令とか省令については、条文を順番に全部見ていくとか、そういう勉強をする必要はありません。まあ、必要な政令、省令について、試験に必要なところについては、講義とかテキストとかで、適宜触れていきますので、それを勉強していってください。続いて、8ページのところを見ていきますね。一番上の政令省令っていうところは、ここは一個一度記ください。で、この次、括弧3番ですね。条約、国際法と国内法といったところになります。そうですね。条約テキストを見ていきますね。条約とは、国家同士が互いの権利、義務を定めた約束を言い、知的財産についても様々な条約が締結されています。といったところになります。そうですね。そうですね。試験範囲で、弁理士試験の試験範囲で条約出てくるんですけれど、ここは、ちょっとテキストの、ちょっと飛ぶんですけれども、53ページのところをちらっと見ていただけますかね。53ページのところから、条約の説明が始まるんですけれど、53ページの下の方ですね、2番、我が国が加入している条約っていうのの列挙がしてある資格の囲みありますよね。53ページの1番下の。
で、このうち、弁理士試験で出てくるのが、これピンクでマーカーしておいていただきましょうかね。一番上の丸一番の仮条約。これは試験に出てます。で、その下の丸二番、特許協力条約、TCP ですね。これも試験範囲になります。で、ちょっと飛びまして、丸九番のところですね。これ一番右のカッコの中、トリップス協定ですね。ここピンクで塗っておいてください。で、で、その後ちょっと飛びまして、下から2つ目、12番ですね、一番右に窓プロって書いてあります。窓プロ、これも範囲です。で、一番下の、13番ですが、これ末尾の方、ジュネーブ改正調停。ここピンクで塗っておきます、はい。この5つが弁理士試験で出てくる条約ということになります。詳しくはちょっとまた午後の講義になりますけど、見ていきますね。はい、試験で出てくるのは今見ていただいたということなんです。で、8ページの説明に戻りますね。8ページ、下半分のところ、条約と国内法との関係っていう節がありますね。はい。詳細をちょっと見ていきましょうかね。はい、まず、上側ですね、条約と国内法との関係といったところで、これ何を説明しているのかというと、日本の国内の法律とこの国際取り決めである条約ですね、それどっちが優位に立つのかというところの説明をしている図になります。で、その法律、国内の法律と条約とのどちらが優位かっていうことについては、まあ、法律によってその考え方さまざまで諸説あるんですけれども、特許法の考え方ですと、特許法の26条っていうところで条約が優位ですよっていう規定があります。明文化されています。ですので弁理士試験においては条約が優位なんだというふうに考えていただければここは問題ありません。ですので、この条約と国内法との関係という図紙のところですね、左上のところ、国際法優位説といったところになります。で、ここピンクで塗ってみてください。この考え方で弁理士試験については問題ないということになります。これは著作権法にも同様の規定がありますので、弁理士試験に関しては国際法、要は条約ですね。条約の方が国内法より強いんだっていうふうにご理解いただければ問題です。で、なので、この条約って国家同士で約束事を締結していくんですよね。で、締結したら、その締結した内容については守って、例えばその国際的な特許の出願をしようというとか、その条約に決められた手続きを踏んで、出願をしていくということです、ね。で、国内法より国際法の方が優位にあるということになりますから、そうすると国内法は条約で定められた範囲内で全部定められていくということになります。なので、なんていうんですかね、逆にその条約の内容が改正されたり、新たな条約を締結したりということになりますと、国内法を改正しないといけないなという場合が出てくることがある。そういう理由で改正されることもありますので、ちょっと頭の片隅に置いておいていただければ。あとその下の知的財産法の位置づけという図紙がありますね。はい、これは憲法があって、で、一般法といわれる民法、刑法、行政法などがあって、で、特別法という、さらに特別に定めた法律がありますよ、というのがあるんですけれど、そうですね。で、それとは別に、国際的な取り決めである条約っていう、右上に書いてありますね。条約っていうのが、設けられる場合があります。で、憲法って国の最高法規ですよね。で、じゃあその憲法と条約とではどっちが優位かっていうところも、これも諸説あるんですけれども、弁理士試験では
憲法の内容、そこまで影響しませんので、まあ、あまり気になさらなくて思ってた、はい。続いて、9ページのところを見ていきますね。1番目、6番、知的財産権の特徴といったところになります。そうですね。特徴いろいろ、括弧1、括弧2、括弧3というふうに分けて書いてあるのがこのページになりますね。まず、特徴の1つ目ですね。括弧1のところ、排他的独占性がありますよというところですね。はい。これ特許権はですね、これ知的財産権ですけれども、独占排他権という言い方をよくします。独占権っていうのは、権利者だけがもう独占できるんです。で、自分、権利者だけが実施をできるという権利。それが独占権。排他権っていうのは、他人がその自分の権利の中のことをやってきたら、それを排除できる。それが排他権っていう考え方になります。ね、知的財産権は独占排他権であります。で、この知的財産権ですが、括弧2番のところ、時間的制限性っていう項目です、テキストの内容を見ますね。知的財産権の2つ目の特徴として、時間的な制限のあることが挙げられます。例えば、特許権の存続期間は、特許出願の日から20年とされており、また、著作権の存続期間は、著作者の死後70年とされています。はい、そうですね。ここに書いてありますように、まあ、この、期限があるんですね。知的財産法、知的財産権には、なんていうんですかね、知的財産権は期限付きの独占排他権だといった。ここ2行目に書いてありますように、特許権の存続期間は特許出願の日から20年となっています。他はどうかと言いますと、実用新案件ですが、これは出願から10年。で、衣装法で守る衣装権ですね。衣装権は出願から25年。衣装権の存続期間はちょっとだんだん伸びてきて、今、すごく長いですね。25年になっています。で、商標権については、登録から10年ということになっています。特許法と実用新案法と衣装法については出願からっていうカウントをするんですけれど、商標法はその権利が登録されて権利が発生してから10年という数え方をするとちょっと違うところになります。で、商標法なんですけれども、後でまた詳しく説明出てきますが、更新をできるっていう制度になってまして、10年切れたら商標権なくなっちゃうわけじゃなくて、その後も更新をしたいっていうふうだったら、更新をして権利をさらに存続させることができるので、商標権は半永久的な権利というんです、ね。あと、著作権の存続期間のこと書いてますね。死後、著作者の死後70年というふうに書いてます。まあ、ちょっといろんな規定があるので、まあ、原告として死後70年ということがなります。ここは、ちょっと前までは、50年だったんですけれども、に兼ね、の兼ね合いで70年に伸びたんですね。これは、なんですかね、ディズニーさんとかの提供が大きいというふうに言っています。はい。それが時間的制限という話でした。続いて、過去3番のところですね、属地主義の原則、属地主義という考え方。これも見ていきます。テキスト見ますね。知的財産権の最後の特徴として、知的財産権は以下の2つの内容からなる属地主義の原則という原理に基づいていることが挙げられます。まず1つ目の説明がまずといったところからですね。まず、我が国の知的財産権の効力は日本国内に限定されます。これが属地主義の1つ目の考え方ですね。属した国に従いますよという考え方になります。なので、日本の特許権というのは日本の中では有効ですけれども、これをその日本の特許権があるからといって、外国の、で発明を実施しているからって言って、日本の特許権に基づいて差し止め請求をしたりとか、そういうことはできない。2つ目が、まず、
といったところの、例えばの後の段落ですね、次にといったところ、次に日本の知的財産権の内容は日本の知的財産権法が規定する問題ですといったところになります。ちょっとこの後どういう意味なのかなというのが書いてあるんですけれども、ちょっとまあ今だとちょっと内容難しいかもしれませんので、まあ、ちょっとご一読いただいて、そんなことあったなっていうふうな感じで頭に置いておいていただいて、特許法の勉強に入っていただけるといいかな。はい、続いて、右上10ページですね。次のページです。7番のところですね。弁理士試験の範囲といったところ書いてますね。はい、範囲表になってますね。担当試験は範囲がすごく広いです。特実、一章 で著作権国政教徒交渉で、あと条約が入ってくる。で、一次試験を、クリアできますと、二次試験ですね。二次試験の範囲は特実、一章ということになりまして、勉強する範囲がぐっと狭まることになります。逆に言うと、この下三法と呼ばれるものですね。著作権法、不正競争防止法、あと条約ですね。これらについては、一次試験だけの科目ということになってきます。まあ、そのあたりもちょっと、意識していただいてといったところです。ただ、条約の内容については、論文試験の内容で、その特許法とか、意匠法とか、商標法の問題に混ざって、ちょっと条約の内容を聞いてくる場面が、よくありますので、条約は二次試験でも知識を使っていくということになります。そのあたりもちょっといただければと思います。はい、こんなところですね。ここは、特許法に入る前に、お配りしたレジュメなんですけれど、これの8ページ以降のところになりますが、ここで法律用語とか条文の読み方についてちょっと説明をしています。それから特許法に入っていって、その後の法律も勉強していくんですけれど、条文を読むときに、よく出てくる言葉で迷いやすいものを、まずちょっとこの法律用語といったところで挙げました。丸レジュメの8ページの括弧3番の、丸1、まず、およびとか、並びにとかっていった言葉の使い方ですね。これをちょっと特許法の例を出して、特許法でどう使われているかっていう例を出して、ちょっと説明をしています。であと、丸2番、その下の丸2番ですね、またはとか、もしくはっていう言い方も、これもよくするんですけれども、ここの使い方っていうのも、で説明をしています。であとは、この右のページ、9ページの、通常だから右じゃないです。9ページのところで、一番上、丸3番ですね。その他のっていうときと、その他っていうときで、ちょっと意味合いが違うんです。のがあるかないかだけで、ちょっと読み方が違う。でそこも説明しています。ちょっと言っておきましょうかね。その他のって言ったときに、この一番上に書いてありますように、前のその他のっていうところよりも前に書いてある語句が、その他のっていうよりも後ろに書いてある語句を例示しているって言ったときに、その他ののが入るときはそういう使い方です。で、一応この特許法の19条ですね、ここで使っている例がありますので、書いてます。これ見ておいていただきで、それに対して、その他って言ったときには、まあ、単純に前後の語句を並列の関係で並べる場合には、その他っていう言い方をしますので、ここはその他っていうときと、その他のっていう出てきたときとで、ちょっと使い分けがあるんだなっていうのを、ちょっとまずは頭の片隅に置いていただけるといいかな。あとは、この9ページの一番下のところですね、場合と時っていう場合っていうのも時っていうのもどちらもこの条件を示す言い方になります。で場合っていう大きい場合を場合って言って、その場合の中をさらに分けていくときに時っていう言い方を使い分けるのが一般的になります。でここ一番下米印で書いたんですけれども、単純で時
字っていう字ですね。漢字で時って書くときは、もうその時点っていう意味で使われます。このあたりは割とよく出てくる。今日は、配布レジンの一番最後のところですね。もうこれから法律を読んでいくので、いろんな条文の勉強をしていくんですけれど、条文の、なんていうの、呼び方というか、一般的な呼び方を示したのが、ここの、丸五番というところですね。10ページの丸五番。特許法の29条と29条2という条文を、これ本当に、本当の条文なんですけれど、それを挙げてちょっと説明しています。一番左の方、見出しってありますね。29条の前に特許の要件という括弧がつきます。ここの見出しっていうんです。で、第29条ですね。これが条文の番号になります。で、29条ちょっと見ましょうかね。産業上利用することができる発明をしたものは、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができるという一文がまずありまして、で次に掲げる発明って何かというと、その後に漢字で1、2、3というふうに、ね、そういうふうに規定されています。で、この漢字の1、2、3というのを号というふうに呼びます。はい、で、この号でこう列挙をするんですけれども、その前の説明の文のところ、柱書きというふうに、この四角で囲っている。ね、これを柱書きというふうに呼びます。で、その次に左側の行を見ますと、数字の2っていうふうに書きます、ね。この数字の2っていうのが項と呼びます。なので、この2、数字の2から始まっている、ね。特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有するものが、前方各号に掲げる発明に基づいて容易に発明することができたときは、その発明については同項の規定に関わらず特許を受けることができないというのが、これ2項の内容で、じゃあその前のところですね、産業上利用することができる発明をしたものはって始まっている。ここ数字の1がないんですけれど、これが1項になります。2項以降は数字の2が入ってきます。ですので、その29条という漢字があって、すぐ数字の1ないんですけれども、これが29条1項の条文です。なので、29条1項柱書きとか、29条1項1号、1項2号、1項3号というふうに条文にしていきます。で、その左隣ですね、29条の2という条文があります。この続きで、特許法30条という条文があるんですね。で、この29条の2っていうのは、大昔はなかった条文で、もともとは29条から30条につながっていったんですけど、後から割り込んで入った条文なので、29条の2っていうふうにして、ここに設けている、そういう条文になります。条文の番号をずらしてもいいんですけど、そうすると解説するたびに条文の番号がどんどんずれてしまいますので、そういうのを、やりたくないなっていうときには、このなんとかの2、なんとかの2の2とか、そういうふうに、もっと枝番号が分かることもあります。で、この29条の2につきましては、こう、本文の部分がありまして、一番最後に、ただしで始まっている文章に四角で囲っているんです。こういう、条文の中でも、このただしで始まっているような文章ですね。これをただし書きとよく呼びます。で、ただし書きに対してただし書きでない原則のことを定めている部分、ここを本文というふうに呼びます。ですので、あとはその29条の2は、通定が1個も出てこないですよね。なので、これは29条の2は、この1項だけということになります。で、こういう場合は、29条の2、第1項という言い方はしません。29条の2の条文です。2項以後、2項、3項というのがあるときに1項というふうに言うんですけど、2項、3項以降の項がない場合は、もう、わざわざこれを第1項というふうに言うんだったらしないといたです。実はそのあたりですかね。このあたりも、特許法、来週以降ですね、条文実際に見ていくときに、順番に見ていきますので、まずは、そういう決まりがあるんだといったところを、いただければと思います。
では、続いてテキストに戻りまして、職業の内容ですね、こちらに入っていきます。右上11ページで2特許法で始まるところですね。はい。特許法と実用新案法は、担当試験では合わせて20問出ます。で、20問のうち実用新案法の出題は1問か2問です。1問ですね。時で2問出ることもあるんですけれども、ほとんどが特許法問題。で最初にお話ししましたように、特許法、これから勉強していく他の法律の全部 の基礎となりますので、考え方の基本の部分をとなりますから、ここの勉強こそ頑張っていきましょう。で、配点も担当試験20問と大きいですので、もうできれば8割取るのを目指して、16点ですね、20問で8割なので、16点取ることを目指して、ちょっと勉強していきましょう。そうですね、で論文試験は先ほどお話ししましたように2問出るというふうに言いますね。で2問の内訳は改正書になる前のについての問題と権利化した後ですね、特許権発生した後の問題というふうに分かれて2問出るのが多いパターンという権利化前と権利化後ですね。はい、テキストの内容を見ていくんですね。まず一番上のところ、絵がありますね。携帯電話が技術の発展によってどういうふうに様変わりしてきたかという絵で示して。これ一番左の絵はちょっとあまり、これショルダーフォンじゃないんじゃないっていうふうに思うんですけど、まあもっとすごく大きかったんです。お笑い芸人のね、平野ノラさんが、最近あんまりやらないんですけど、本当に肩掛けでこんなすごく大きい、兄弟でっていうのが一番最初に出てきた携帯電話の。もともとは自動車に搭載されて、自動車電話ですね、それが元となった。もう今では、もともとすごく大きかったのが、今ではすごく小さく、すぐ軽くなって、機能もあって、すごくいろんな機能がついて、ね、技術の進歩により製品が進化しているんですよっていうところ、イラストで書いてあります。はい、まず1番のところをちょっと見ますね。1、特許法の学習のポイントといったところです。特許法は産業財産権法の中で中心的な役割を果たしており、弁理士試験の学習をするにあたっても最も多く時間を割くことになります。実用新案法等の他の産業財産権法においても、特許法に倣った規定や順用する規定が多いので、特許法を理解していないと、他の産業財産権法を理解するのは難しくなります。逆に特許法を勉強すれば、他の産業財産権法もある程度勉強したことになるため重要。はい、ということを端的にまとめてくれていますね。特許法を勉強すること、すごく今後の勉強にもすごく重要になってきて、心して臨んでいきましょうというところです。その下2番ですね。特許法の法目的といったところを見ていきましょうね。まずこれ1条の話が書いてありますね。特許法1条は、この法律は発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とすると規定しています。本当にこのままの条文ですね。こういう規定になっています。なので、その一つ段落飛んで、従ってといったところをちょっとここ見ておきましょうね。従って、特許法は発明を保護することにより、発明者にインセンティブを与え、発明意欲を高めつつ、特許権の効力を一定の範囲に制限することで、発明を産業界において広く利用できるようにしています。そうですね。保護するっていう考え方もちろんあるんですけれど、世の中にある有用なアイデアを、もっともっと世の中に引っ張り出して、みんなが利用しやすいようにするっていうのも、特許法が狙っている、といったところになります。もう下、もうちょっと続き見ていきますね。例えば、特許権という独占権を与えながらも、特許権の存続期間を定め、第三者に対しては、許諾等により特許発明を利用する機会を与え、存続期間の経過後は誰でもその発明を利用できるようにしています。
このように特許法は発明の保護と利用のバランスを取りながら発明による産業の発達を目指しているんです。でこれ次のページ開けていただきますと12ページですね。一番上このシートに左側に発明の保護、右側に発明の利用が載ったこのシートの絵が書いてありますね。そうですね、このシートが水平にが保たれるように特許法のさまざまな制度というのが設けられているということになっています。例えばこれこのシート左側に発明の保護がありますけれども、発明の保護を重視しすぎる場合、例えばその存続期間20年というのがさっき出てきました。これを100年とかにしてしまうとどうなるかというと権利が全然100年経たないと特許権が切れないということになります。で権利者以外の人が発明を利用する機会というのがすごく減ってしまうということになります。で逆にこの発明の利用、このシフトでいうと右側ですけれど、この右側を重視してこちら側をこう重くしてこちら右に傾いてしまうようにしてしまうと何のために一生懸命アイデア出して開発して特許を取ったのに、なんか全然保護されなくて人に利用ばかされちゃって、なんか面白くないということになってしまいますよね。なのでそうすると一生懸命考えて開発してアイデア出し合ってっていうことをするのがちょっとバカバカしくなってきてるみたいなことになってしまって、世の中に新しい発明が生まれにくくなってしまうっていう、そういう悪いことが出てきます、ね。なのでそういうことがないようにこの保護と利用のバランスを保つ、シーソーが水平に保たれるように特許制度がいろいろ使われているといったところになります。なのでそういった意味でこの特許法の一条が定める法目的ですね、これはすべての条文に通ずる考えになります。はい、では、その具体的な内容に入っていきますね。そのシーソーの絵があって、その下の3番ですね、特許法の保護対象といったところ、ここ見ていきます。括弧1、発明とはといった項目になっています。内容を見ますね。特許法の保護対象は発明です。発明という言葉は日常でもよく使う言葉ですが、特許法によって保護される発明というためには、以下の4つの要件をすべて満たさなければなりません。特許法上発明っていうのはどういうものですかっていうのを2条1項のところで定めているんですね。で、そうなんです、ここに書いてありますように発明って普段皆さんよく使う言葉ですよね。なんかすごく友達がすごく面白いことを言い出して、すごいそれ発明じゃんみたいなことを言うと思うんですけども、そういう言葉は普通に自由に使って普段ある発明という言葉なんですけれども、特許法で発明という時にはこのページに書いてある1、2、3、4の4つの条件を満たしていないといけませんよっていうのが、ここに書いてあることになります。で、まず、1、2、3、4、それぞれこうグレー、マーカーがもしあればグレーですね、マーカー引っ張っていただけますね。1番、自然法則を利用したものである。で、そのちょっと下のところ、2番のところですね。これが技術的思想であること。で、3番、創作したものであること。で、4番、高度のものであること。この4つの要件を満たす必要があるということです。それぞれ順に見ていきましょうね。まず一番上の1番です。自然法則を利用したものであること。まず自然法則の説明がしてありますね。自然法則とは一般的には自然界において経験によって見出される法則のことを言います。例えば丸太は水に浮かぶといった経験則やエネルギー保存の法則などが自然法則に該当します。ただしっていうところに見ていきますね。ただしあくまでも自然法則を利用していることが必要です。そうです、自然法則を利用したものである。で、利用したものであるといったところまで必要になります。なので続きですね。従ってでこの後ブルーのマーカーをお持ちでしたら、ここブルーでマーカー引っ張ってください。自然法則それ自体は発明に該当しませんということです。自然法則それ自体このものは
利用してるわけじゃないんです。まあ、言ってるだけです。で、自然法則を利用したものである。ここまで要求されているということになります。はい、これが一つ目の要件です。で、二つ目ですね。発明というための二つ目の要件。丸二番。技術的思想であること。こういったことになります。この内容もちょっとありますね。技術とは、一般的には一定の目的を達成するための具体的手段のことを言います。で、そうですね。で、この後の、例えばの後、ここのブルーでマーカー引っ張ってください。野球のフォークボールの投球方法といったコツは発明に該当しません。ここの部分ですね。ということになります。はい。技術的思想といったね。で、その技術っていう考え方です。まあ、技術っていうからには、なんていうんですか、他の人に客観的に伝えることができて、で、伝えてもらってたことを誰でも利用できるっていうもの、そういうのが技術だっていう考え方ですね。なので、今、ブルーで引っ張ってもらって、野球のフォークボールの投球方法みたいなのは、これはできる人とできない人いますよね。誰もがみんな大谷選手とかダルビッシュみたいにボイボールを投げられるわけではないですよね。で、そういったものは、その野球の技術っていう言葉としては技術なんですけれども、この発明っていうことを考えるときの技術的思想といったときには、技術っていう考え方です。で、技能とか、技量、コツっていった、こういった個人の能力によるものは、ちょっと外して考えましょうといった方になります。はい、これが2つ目の要件です。で、続いて、丸三番、創作したものであることといったですね。テキスト見ますね。創作とは、私たち人間が作り出したものであることを言います。例えば DDT という物質があることを発見しただけでは発明に該当しません。しかし DDT の持つ殺虫性に注目して DDT を利用した新規な殺虫剤とすれば私たち人間が作り出したものとして発明に該当します。なので創作したものであることって言ってますので創作見つけただけではダメなんですね。何かしらその創作性を作り出したものであるって必要ということになります。で、ここの DDT の物質の用途についてのこと書いてあるんですけれども、これは新たな用途を見出したといったところに創作性があるというふうに捉えて、このような場合には創作したものであるという要件を満たすという考え方をとっているといったところです。で、最後、丸四番ですね。高度のものであることといった要件ですが、ここはこのテキストの説明ちょっと見ますね。特許法の保護対象である発明は技術の高度性を必要としています。一方実用新案法の保護対象である法案は技術の高度性を必要としないことにして特許法と実用新案法の役割分担を担っていますといったところで、ここの高度のものっていうところの要件は実用新案法との区別をするためだけの言葉というふうにご認識いただければ。はい、また特許法の勉強したときにもちょっとここは詳しく見ていくんですけども、今日はちょっと次に進みますね。右側の13ページになります。括弧2番、発明の分類ですね。はい。発明を、ちょっと分類分けることができるといったところですね。カテゴリーっていう言い方もするんですけど、はい。どんなふうに分類するのかということですけれど、テキスト一番上のところですね。特許法では発明を物の発明と方法の発明に大きく分類しています。これ物の発明というところと方法の発明、ここピンクで塗っておいていただけますか。はい、まず2つに大きく分けて、物の発明と方法の発明に分けています。で、テキストを続き見ますね。また、方法の発明については、単純方法の発明と物を生産する方法の発明、この2つに分類しています。ここ、単純方法の発明というところと物を生産する方法の発明、ここをグレーでマーカー引っ張っておきましょうか。グレーなければ他の色でいいです。ちょっとじゃない色でちょっと。単純方法の発明と物を生産する方法の発明、2つ塗っておいてください。物
の発明と方法の発明の2つに分けて、で方法の発明を単純方法の発明と物を生産する方法の発明に分けてますよっていう、この下の図がありますよね。その今見たこの文章の内容が説明してあります。はい、方法の発明の何ですかね、何か、まあ、特許の、公開方法とか見たことある人、あと出願とかの業務に関わっている人はちょっと馴染みがあるかもしれないんですけれど、末尾に何々の方法って書いてあるような、そういう発明は全部方法の発明になります。例えば測定方法だったり、洗浄方法だったり、製造方法だったり、そういうのは全部発明の、方法の発明になります。そうじゃなくて物の発明っていうのは本当物についての発明といったで、そうですね、具体例下に書いてありますね。丸一番のところです。物の発明というのは、例えばハイブリッドカーやスマートフォンといった形あるもの、有体物として体現されるものです。またプログラムのような形のないもの、無体物であっても物の発明となり得ます。で、プログラムの発明、プログラム自体って形ないので無体物なんですけど、プログラムについても特許を取れるという意味になっていますから、これについては物の発明の範疇に入れて、そういったところになります。で、その下の丸2番ですね。単純方法の発明には、例えば分析方法や測定方法、洗浄方法などがあります。で、その下の丸3番、物を生産する方法の発明には、例えば化合物の製造方法や食品の製造方法などがあります。なので方法の発明は単純方法の発明と物を生産する方法の2つに分けられるということが書いてあるんですけども、方法の発明のうち物を生産する方法の発明以外のものが単純方法の発明だというふうにご理解ください。製造方法ですね。製造方法だけちょっと別にしているといったところ。で、これ、まあ、一応こうやってカテゴリー分けをしてるんですけれども、この発明のカテゴリーによって、実施したっていうことに当たる行為がちょっと違ってくるんです。なので、でこうカテゴリーを分けているわけで、なので、例えばその権利を取ろうとする発明が、どのカテゴリーに入るのかっていうのは、割とその重要なことになってきます。このあたりも、その発明のカテゴリーごとの実施行為についてなど、については来週以降見ていきますね。はい、その次が、そのページの下の4番のところですね。特許法の保護内容といったところ、ここ見ていきますね。まず一番上のところ見ますね。特許法は一定の要件を満たすことが、審査によって確認された発明について特許権を与えることで発明を保護していますということになります。はい、ここに書いてある通りで、特許権って特許出願をして自動的には発生しないんですね。特許の出願をして特許庁の審査官に審査をしてもらって、それで OK が出ないと、特許権が発生しないと。こういう審査を経て権利が発生するっていう考え方ですね。こういうのを審査主義っていう言い方をします。テキスト続き見ていきますね。特許権を取得した者は特許権者と呼ばれます。特許法において特許権者は業として特許発明の実施をする権利を占有するとされています。これは特許法の68条の、はい、でこの68条で出てくる業としてという言葉があるんですけれども、それがその次説明してあります。続き見ますね。ここで業としてとは事業としてという意味であり、特許発明とは特許を受けている発明のことに、実施とは特許製品を製造して販売したり特許になった方法を使用したりすることを言います。になります。はい、さっき見た68条ですね。そうですね。特許権者は業として特許発明の実施をする権利を占有するという言い方をしています。
この占有するっていうのは独占するっていう意味に解釈してください。で、その続きで出てきた業としてという言葉ですね。これは事業としてという意味だっていうふうに理解していただければと思います。個人的な私的な利用ではなくて事業としてやってるんだというのが業としてという意味になります。はい、この下、仮にといったところですね。ここも見ておきますね。仮に第三者が特許権者に断りなく事業をして特許を受けている発明を使って製品を製造・販売とした場合、この場合は侵害者と呼ばれます。には、特許権者は侵害者に対してその製造販売等を停止することを請求することができると書いてありますね。下に絵が書いてありますね。特許権者が DVD の特許を持ってて、で右側の人が勝手にやってる事業として勝手に DVD 特許権にかかる DVD の製造販売をしているような状況だっていう絵が書いてありますね。でこの場合には特許権者権利持ってますから、製造販売やめてください、やめろっていうことができるっていう絵が書いてありますね。先ほども出てきましたが、この行為をやめてくださいっていうこと、これが差し止め請求になります。で、これで損害をお金で請求するのが損害賠償といった、はい、続いて、14ページですね、見ていきましょう。一番上の5番のところですね。特許権の発生から消滅までの流れが書いてあります。そうですね。この流れの説明の絵がありますね。まず発明が生まれて、特許を取りたいなと思ったら、この下の特許出願をするんですね。で、特許出願をしたら、方式審査がされます。方式審査は何かというと、右側に書いてありますように、特許庁が手続きの違法性を審査、要はちゃんとした書式で願書書いてるかどうかとか、そういうのをチェックしてくれます。で、その後に、出願公開というのが入りますね。そうですね、右側に書いてありますように、出願日から1年6月経過後に出願の内容が世の中に公開されるんです。公開公報という方法が発行されて、出願の内容が世の中に広く公開されることになります。その下に審査請求書いてありますね。出願審査の請求というのが書いてあります。そうですね。出願日から原則3年以内に審査をしてくださいと請求するんですね。これが審査請求になります。そうですね。審査請求をしないと、審査し始めてくれないんですね。特許庁の審査官は。なので、特許を取ろうと思ったら審査請求絶対しないといけません。審査請求しない場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされるになります。はい。で、この審査請求ですけれども、この説明上、この方式審査があって、出願公開があって、で、その後に審査請求という順番が切ってますけれども、審査請求は出願と同時にしてもいいですし、出願公開がされる前に審査請求してもいいです。出願日から3年以内にすることというふうに決まってますので、その3年以内にすればどこでもいいというふうになります。なので、必ずこの順番になるというわけではないということをちょっと頭に置いておいてください。審査請求をすると、その下、実態審査って書いてありますね。右側を見ますと、出願審査の請求により審査開始といったところになります。これが実体的な内容、その発明そのものの内容ですね。この審査を審査官がやってくれること、それが実体審査というです、はい。特許を取るためにはいろいろ要件があるんですね。この後出てくるんですけど、新規性とか進歩性とか、洗顔性が確保されているかとか、そのあたりを審査していくのが実体審査というものになります。で、その審査によって、ちょっと特許にこのままだとできないなっていうことが生じた場合には、その下の拒絶理由通知ですね。右側に書いてありますように、特許にならない理由を出願人に通知するという手続きが入ってきます。はい。そうすると、出願人どうしようってなるんですね。このままだと特許にならない。じゃあ、
ちょっとその出願の内容を、ちょっと変更、出願した当初の範囲でちょっと直したりして、なんとか特許にしようっていう、そういう策を図るわけです。それが中間処理、その人に書いてある中間処理になります。右側を見ますと、拒絶理由通知に対して意見書等の提出といったところですね。まあ、ここで言ってる中間処理っていうのは、ちょっと実務用語になってきますので、論文試験の答案とかでは中間処理って書かないようにしてください。ちょっと、理解のためにちょっと、実務に携わっている人もいるかもしれないということで、この中間処理というのを使っているんだと思うんですけれど、論文の答案には中間処理ということは書かないようにしてください。なので、ここに書いてありますように、意見書を提出したり、特許請求の範囲をちょっと補正したりですね、補正書を提出したりというのが中間処理になってきます。で、その中間処理がうまくいきますと、特許庁の審査官ですね、これなら特許にしてあげてもいいなって思った場合には、その下にありますように、特許査定が出てきます。はい、特許にすることができる旨の判断をしましたよっていうのが特許査定になりますね。はい、で、特許査定があった場合には、その下にありますように、特許料の納付を出願します。出願人等が特許料を納付っていうふうになりますね。で、特許料が納付されると、めでたく権利が設定登録される。これにより特許権が発生するということです。設定登録っていうのは特許庁の言語にその権利の内容が登録されることです。はい、これで設定登録によって特許権が発生する。で、設定登録がされた場合にはその特許権発生するので、その権利の内容が世の中に広く公開されるみたいな。これが特許公報。広報という形で世の中に公開されます。右側にありますように特許になった発明の内容が公開されます。これが特許広報で、あとは特許料をずっと払っていれば最後まで払えば出願日から20年ですね。ここまでしたら、特許権は最終的には消滅する。存続期間になるので消滅ですね。大きな流れということですね。これは特許法の流れということになりまして、この後見ていく実用新案法と一生法と商標法で少し流れはちょっと違う部分がありますが、まずは特許の場合こういう流れなんだなというところをちょっと把握しておいてください。で、続きが、それぞれの、手続きの詳細を説明しているページが出てきますね。その下のカッコ1番、まず特許出願について説明しています。発明をした者が特許の取得を希望する場合、その者は所定の書類を作成して特許庁に特許出願をしなければなりません。で、その特許出願に際して提出する書類は原告として次の5つです。この5つあるんですね。これ手続きの内容になりますので、マーカー、紫のマーカーある人は紫のマーカーをちょっと準備していただいて、どの5つかというと、この下の丸1の願書ですね。ここを見てください。紫ない人は何発展を引いていただいても、丸1の願書のところ。で、その次、15ページ右側の丸2番の一番上、明細書。これも塗ってください。紫で塗ってください。で、このページの下の方、丸3番、特許請求の範囲ですね。これも提出していきます。ここも紫で塗ってください。で、その次のページですね。16ページ、丸4番、一番上、必要な図面。ここも紫で塗ってください。必要なっていうのがちょっと気になりますね。で、丸5番、要約書。これも提出する書類になります。ここも塗っておきます。はい。はい、それぞれの、この5つですね。願書、明細書、請求の範囲、図面、要約書を提出していきます。よくこの受験業界ですと、願、明、定、図、要っていうふうに、この頭を取って、この願、明、定、図、要の5つだっていうふうに覚えたりします。まあ、覚えることでもないんですけど、まあ、願、明、定、図、要の5つになります。まず1番、願書ですね。
出願人の氏名だったり、住所、居所、代理人の氏名などを記載していく書類になります。誰が権利を取ろうとしているのかっていうのをちゃんと明らかにする必要がありますからね。それを書いていくことになります。見本の例ありますけど、こういう記載になりますね。長官宛てに、書きまして、発明者が誰だとか、出願人。そうですね。出願人は会社になることが多いので、個人発明家の発明でなければ、発明の大半が今、日本だと企業で生まれることが多いので、そうすると出願人は企業になることが多いですね。で、代理人は弁理士だったり、弁護士だったりっていう、誰が代理しているのかといったところです。本人が出願する場合は、代理人の欄は記載がしなくていい。あとはもろもろ書いてといったね。はい。で、まず願書を出します。その出願意思を明らかにする書類といったところですね。で、続いて15ページですけれど、これ下の丸三番の特許請求の範囲を先に見ようかなと思います。ちょっと上に明細書2番であるんです。下の丸3番のところにですね、ここ先に見ますね、特許請求の範囲、特許請求の範囲は何かというと書いてありますように、特許の取得を希望する発明を記載する欄です。そういう書類です。特許の価値を決める重要な書類です。で、見本書いてありますね。書類名、特許請求の範囲といったところで、まず請求項1が、これ、ボルテン発明ですね。それぞれその発明の特徴を書いていくといったところになります。で、これ、一つの請求項に一つの発明を記載していくということになります。で、請求項の数には制限はありません。請求項100とかにも全然いいです。で、あとは、また特許法の勉強するときに見ていくんですけれど、各請求項については、簡潔に書いてくださいねっていうルールがあります。だら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 書くんじゃなくて、この発明の特徴を簡潔に書いてくださいというルールがあります。はい。で、簡潔に書くので、詳しい内容わかんないということになるんです。もうその詳しい内容、発明の詳細な内容については、さっき飛ばした上側の丸2番の明細書、ここに記載していくということになります。はい、丸2番の明細書の下に書いてありますね。従来技術や特許の取得を希望する発明を詳細に説明した書類ですということになります。はい、明細書の見本、いろいろ書いてますね。はい、発明の名称もこの明細書の一番上のところありますね。発明の名称も書いていて、はい、そうですね。これまで の課題とか問題点とかそういうところも書いていきます。で、具体的な、特許請求の範囲に記載した発明の具体的な内容を書いていくということになりますので、この明細書は特許請求の範囲の解説欄的な役割を担っていくことになります。で、この明細書ですが、基本的に何書いてもいいです、ここは。自分の発明をしっかり説明して、特許をもらえるようにするために、いろんなことを書いていきます。ですので例えば自分の発明を説明するために他人の技術を書いてもいいです。自分がやったことだけしか書いちゃいけないとか、そういうことに、こういう文献にこういう例がありましてみたいなことも書いてます。ここは特許を取るためにいろいろ書いています。それから、続いて16ページですね。一番上、丸四番、必要な図面ということ。必要なっていうのがちょっと注意しないといけないところになってまして、その下説明ありますね。図面によって発明を説明することができる場合には、図面を作成します。任意の提出書類ですってなっています。なので、例えばこれ、ボールペンの発明について出願ですので、これは絶対図面あった方が分かりやすいとか、図面ないとよく分からないですよね。こういう場合には図面をつけていくべきなので、はい、これはそうですね、側面図と上面図なんですかね、書いてありますね。で、特許出願では図面は任意の提出書類です。
で一方、この後見る実用新案法で実用新案件取りたいというふうに出願していく場合には、こちらが図面が必須の提出書類ということになります。これちょっと違いますので、ちょっと頭に入れてください。はい、でその最後の丸5番の要約書ですね。要約書、出願する発明の概要を記載した書類ですということになっています。ねまあ、要約書の見本もついてまして、まあ、これすごく簡単に書いてますけど、まあ、あの発明の概要を記載します。あのこの要約書はあの出願世界のために使われる書類だっていうふうに把握いただければと思います。あのさっきちょっと出願公開っていう制度がありますよっていうような流れのところで出てきました。出願をして、出願日から1年6月経過すると、公開公報が出て、出願した説明の内容が世の中に広く知られることになるんですけれども、その時に第三者がその発明の内容をしやすくするためにこの要約書を出してくださいねということになっています。はい。出願公開ですね。なんで出願公開するのかといったところになるんですけど、これも来週以降詳しく見ていきますが、重複して研究したり、重複して出願しちゃったり、重複して工場を作ってすごいもう製造を始めちゃったりみたいなことがないようにするために1年6月経ったところで広く公開してしまうっていうそういう制度になっています、はい、まずこれ出願の段階ですね。出願に必要なのは顔面製図用の5つの書類だ。で図面は任意の書類ですよ。はい。でこれを提出しますと、16ページ真ん中ちょっと下のところですね。括弧2は方式審査が行われます。テキストの内容を見ますね。出願書類が所定の方式に従って作成されているか、特許出願に必要な手数料が支払われているかといった形式的な事項についての審査が行われます。はい、そうですね。方式っていうのは、形式的っていう意味合いになります。形式的な審査が行われます。でここは公式審査は法律的には特許庁長官がやるっていうことに条文上なっているんですけれど、まあ、実際にその特許庁長官が全部チェックするってことはありませんので、特許庁の公式審査室の職員がこの公式審査をやるということになっています。で、そのテキストの続きですね。公式を満たさない特許出願については特許庁長官により補正命令がされ、補正命令に従わない場合には特許出願が却下されますということになります。はい、ここ却下ということがちょっと出てきましたね。却下っていうのはこの方式審査の段階でもうちょっとその出願ダメですよっていうふうに退けるというのが却下という言い方をします。なんていうの、門前払いみたいな。ちょっともう出願の経営も整ってないんでダメです。それが却下ということ。で、あといろんな言い方がありまして、裁判とかだと棄却っていう言い方、ニュースとかでも見たことあるかと思うんですけども、棄却っていうときは、その内容的なところまで見て、見た上で退けるっていうのが棄却という。ちょっとこの辺は法律の言葉として使い分けがされてます。で、まずその却下っていうのは、この公式の段階でちょっとダメをもらっちゃう。それが却下なんだっていうのは、ちょっとご認識いただきたいなと思います。この方式審査が OK だったら、その文言に流れていくわけですね。その下の括弧3番、出願公開のところがありますね。ここを見ていきます。テキストの上の方から見ていきますね。特許出願をした日、出願日と言いますから、1年6月を経過した後に、特許出願の際に提出した書類に記載した内容が、公開特許公報という公報に掲載されます。これにより、特許出願人以外のものも発明の内容を理解することができ、その上で研究対象を変更したり、特許出願する発明を選別したりすることができるようになっています。また、出願公開された発明は技術文献としても利用することができる。ね。はい。そうですね。
先ほどお話ししたように、重複出願、重複研究、重複投資ですね、そういうことを回避できるようにするために出願国債という。で右上のページですね、17番書いてありますね。じゃあ公開されちゃうってことはちょっとまずい場合があるんじゃないですかっていう話について書いてあります。右上17ページの、しかし出願公開されることにより第三者に模倣されてしまう、真似されてしまうということですね。模倣されてしまうという問題が生じます。そこで保証金請求権という制度を設けています。保証金請求権があることにより、出願後、特許設定の登録までの間についても発明が保護されることになります。はい、そうですね。出願公開されると、やっぱり発明の内容を全部知れ渡ってしまいますので、具体的には、特許庁というか、特許庁じゃないけど、J プラットパッドっていうサイトで、出願公開されている内容、あと特許になった広報の内容とか、全部インターネット上で見ることができるんですけど、インターネットって世界中から見ることができますよね。だから真似されちゃうっていう可能性があるんですね。で真似されたりして勝手に製品作られたりして、なんか損害がこっちに出願した人側に生じちゃったっていう場合には、その被った損害を救済するための制度っていうのが保証金請求っていう名前で設けられているのがここまでになります。続きの流れですね。で出願審査の請求、括弧4番のところになります。特許出願がされたとしても、それのみで特許庁が特許するか否かの審査をすることはありません。特許庁は出願審査の請求を待って審査を行うこととなります。はい、ここに書いてある通りで、なので、この出願審査の請求の手続きをしないと、実態審査をしてくれないんですね。これは特許は出願の数が多いということもありまして、本当に特許を取りたいかどうかを、その3年間猶予があるので、その間で出願してからちょっと考え直してみてくれっていう、そういう時間を与えるという意味もあって、でそれでも特許にしたいっていう、そういう発明なんだったら出願します。そういう制度に特許はなっています。その続きですね。出願審査の請求をすることができるのは、特許出願の日から原則3年以内であって、この期間を経過すると、特許出願は取り下げたものとみなされる。出願がもう、ね、しなかったのと同じみたいなことになっちゃいます。はい、で出願審査の請求をすると、括弧5番のところですね、特許庁の許可が実態審査をすることになります。テキストを見ていきますね。特許を受けるためには、出願した発明が様々な要件を満たしていることを特許庁の審査官によって審査されなければなりません。この審査を一般に実態審査と呼んでいます。どういうことを審査するのかっていうのが、この次の行のところですね。特許を受けるための要件、これを特許要件というのですが、この特許要件としては、1、産業上利用可能性、2、新規性、3、進歩性、4、拡大された範囲の点眼の地、5、点眼主義等があります。他にもあるんですけれども、ここがメジャーどころといったところになります。この1から5のところ、それぞれをちょっと具体的に説明しているのが、この3つ目ということですね。まず、1番、産業上利用可能性ですね。これ何かというと、テキストを使いますね。特許法は産業の発達に寄与することを目的としているため、産業上利用することができない発明は特許を受けることができないこととしています。はい、どういうものがここで跳ねられるかというと、例えばなんですね、家計の節約術のように、個人的、家庭的にのみ用いられる発明などが、この要件を満たしていないというふうに。ここはもう少し詳しい内容がはありますので、これは来週やる詳しく見ていきましょう。その次、2番ですね。新規性出てきます。新しいことに意義があるんですよね。はい、そこをチェックします。最初に書いてありますね。新規性とは、発明が新しいことを言います。ね、新しくないんだったら、ちょっと特許権付与することができます。その下の3番ですね、進歩性、ここの重要な特許要件となります。
最初のところを見ますね。進歩性とは、新規性を失った発明から、いわゆる創業者が容易に創作することができない程度の困難性を言います。新規性、確かに新しいっていう要件は満たしているんだけれど、それってでも、その世の中にすでにあるものから、ちょっと工夫、した工夫じゃない工夫でできちゃいますよね、みたいなものについては、この進歩性の要件を満たしていませんね、というふうにして、特許を付与することはできません、というふうに、審査官の判断とになります。そうしないと、進歩性の要件だけ設けて、新規性の要件だけ設けて、進歩性の要件がないというふうにしてしまうと、なんかちょっとの違いだけ の特許権が、めちゃくちゃ世の中に乱立してしまうということになってしまって、ちょっと、いろいろ問題が生じやすいということになりますので、進歩性というのも特許要件として設けられているということになります。はい、この次が丸4番ですね。拡大された範囲の洗顔の地、そうですね、拡大された範囲の洗顔の地、あとこれは準工地っていう考え方にも残ってますので、そのことが書いてあります。そうですね、この説明は、この次のページですね、18ページのところを開けていただくと、ちょっと時系列の図があって説明されているんですけれど、先にこの図の下の丸5番の洗顔主義っていうの、こちらちょっと先に見ますね。丸5番の洗顔主義です。テキストの内容を見ますね。2以上の特許出願において、特許請求の範囲に記載された発明が同一である場合、最先の特許出願人のみが特許を受けることをできる。としています。こういう規定になっています。理由も書いてますね。これはのところですね。特許を取得した者のみがその発明を独占することができるとしている以上、2以上の者に特許を与えることはできないという重複特許ダブルパテント禁止の原則に基づいています。早い者勝ちですよというのが洗顔主義です。で、これも早い者勝ち、どういう早い者勝ちかっていうと、出願が早い者勝ち。でこれに対して先ほどちょっと出てきた拡大された範囲の洗顔の地、準工地といったところですけど、その上の時系列見ますね。どうなっているかというと、X さんが上側で、Y さんが上側で、これ時間が左から右、右の方が未来という、ね、そういう図になっています。ちょっとこの説明、トップのところでまた詳しくやりますので、今聞いて、ちょっと難しいなと思ったら、スルーしてもらっても全く構いません。で、この X さんですね、正と名って書いて、この分数みたいにして、分数の下側に一と五で、この分子の部分に一っていうふうに書いてますね。これ、弁理士試験の問題を解くときによくこういう図紙をして考えていくことになります。明細書、特許の出願のときの書類ですね。明細書には、いっていう内容と、ろっていう内容を書いてて、で、正っていうところは請求の範囲ですね。特許請求の範囲は、いについて書きましたよっていうことを簡単に図紙している、そういう図になります。で、そういう出願 A を X さんしたんですね。で、その後にちょっと遅れて Y さんが、明細書にロって書いて、特許請求の範囲にロって書いた出願 B をしたっていう状況になっています。で、その後、その上側の X さんの出願 A ですね、これを出願公開されました。そういう状況になっています。で、X さんの出願 A が特許になるまでには、どうですかね、4、5年もかかるんですね。もうちょっと早い場合ももちろんあるんですけれど、出願をして3年以内に審査請求をするという話があります、ね。なので、最長3年待ってから出願、審査請求することができるんですね。で、審査請求すると、審査官、審査をしてくれるんですけれど、審査官いっぱい審査してますので、すぐしてくれるわけじゃなくて、それまでしかかっている仕事を順番にやっていくので、
審査請求してからやっぱ1年くらいかかるんですね。最初の拒絶理由通知が来るまでに。拒絶理由が何もなければそのまま取ってもらうんですけれども、これでもやっぱり3年待って、審査官が審査する、審査して何らかの回答があるまでに1年かかるんです。やっぱり短くても4年。でそこで拒絶理由が来ていろいろ反論していたりするともうちょっとかかったりして。で結構長いんですね。4、5年かかることになります。で、そのさっき見た5番、丸5番のところの宣願主義っていうところですと、X さんの出願 A は、特許請求の範囲に E っていうものが、内容が記載されてまして、Y さんのところは、特許請求の範囲はロっていう記載されてまして、E とロ、これ文字が違うので、別の発明だっていうふうに考えてください。なので、宣願っていう考え方だと、これ Y さんの出願って別に、宣願主義という考え方では、拒絶にはされないんです。ただ、この出願 A って、この Y さんが出願 B を出願した後に、その内容が広くもう知れ渡っているわけですよね。なので、いずれその X さんの出願 A の明細書の中に、ロっていう事項が書いてあるわけですので、Y さん、ロ分のロっていう出願をしたんですけれども、その後すぐに、世の中に知られちゃう内容だから、そういうものに特許をあげていいんでしょうか、どうでしょうか、ちょっと良くないですねっていう、そういう考え方が準放置っていう考え方になります。はい、また先ほど意見書とか補正書っていう話が出てきたんですけれども、拒絶理由通知を受けて、それでも特許を取りたいってした場合には、その出願した当初の特許請求の範囲の内容をちょっと直したりして、特許を取っていく。でその直すのが、この出願当初の明細書の範囲で特許請求の範囲を修正することができるんです。そうすると、この場合、X さんが色分の E っていう出願してるんですけれども、その後、X さんが、ロっていう内容も明細書に書いてるので、このロっていう内容を特許請求の範囲に、書くこともできるわけです。X さんがロについて特許を取ろうとしていて、Y さんもロについて特許を取ろうとしていて、それは X さんの方が早いですよね。なので、こういった意味でも、これは Y さんには特許を付与するべきではないですよねっていう、そういう考え方、それが拡大宣言ですね。はい、こういったところになります。ちょっと複雑なんですけれど、これが最初、レジュメで、条文の構造をお話ししたときの一番最後に言っている29条の2という条文がこの拡大宣言に当たります。もう、条文ちょっと難しいので、来週かな、ちょっと内容を見ていくんですけど、ね、ここはちょっと頑張って、心して勉強していきました。29条の2は、特許法を勉強し始めた人が最初に引っかかる難題というか、なんかギターを習い出した人が、挫折するのって F のコードから抑えられないから挫折するみたいなのあるんですけど、ちょっとそういう感じで最初につまずきやすいポイントになりますので、そこについては注意をしっかりしていきましょう。はい。では、続いて、この下のカッコ6番ですね、拒絶理由通知が切っちゃった場合、どうしましょうという話になっています。テキスト見ますね。上記の特許要件を満たさないと審査官により判断された場合、審査官から出願人にその理由が通知されます。これを拒絶理由通知と呼んでいます。はい。で、この拒絶理由通知に対しては、いろいろ対応策があるんですけれど、それが何かっていうと、その下に書いてある1、2、3などの内容とか。で、この辺が主だったところになります。なので、ちょっとまたここも紫でまた引っ張っておいていただきましょうかね。1の意見書の提出というか、この項目ですね。まず塗っていただいて。で、2つ目、2番、補正。ここも塗ってください。で、3番、出願の分割、ね。はい。といったところになります。1番の意見書の提出といったところですね。
意見書っていうのは、この審査官がこういう理由でちょっと特許にできないですよっていうお知らせを拒絶理由通知してくれるんですね。その時に審査官の考え方がちょっと間違ってるなっていう時にやっぱりあるんですね。そういう時には反論をしていく、それに使うのが意見書になります。あとは丸2番のところで補正っていうのが出てくるんですけど、特許請求の範囲の内容を少し書き換えていく、それが補正になるんですけれども、補正することによって審査官が伝えてきた拒絶理由はもう解消するんですよっていう場合もあります。なので補正により拒絶理由が解消したことを説明するにもこの意書、意見書っていうのを使います。で、この意見書のテストの一番下の2行ですね。これにより審査官の認定を覆すことができれば出願人は特許することができるということです。丸2番ですね、補正です。補正は内容を補充訂正すること。なので、補充訂正をとって補正という言い方になっています。そうですね、先ほどお話ししたように、出願当初の明細書に記載した範囲で補正ができるという、そういうルールになっています。ではまた来週以降、見ていきましょう。で、丸3番ですね、出願の分割といった。最初のところですね。出願人は2以上の発明を包含する特許出願を分割することができます。さっき見たこのページの上の方の時系列でも、X が1っていう内容とか6っていう内容とか、多分他の内容もいっぱい書いてるんですね。で、請求の範囲には書かなかったんだけれども、明細書に書いた内容で別で特許を取りたいっていう場合が出てきたとか、そういう場合には出願の分割ができますよと。でこの拒絶理由の対抗策としては、拒絶理由のあるものと、拒絶理由のないものとをこの別の出願に分けて、拒絶理由のないものについては、すぐ特許できるようにして、拒絶理由のあるものについては別の出願にして、じっくりやると。こういうやり方をするときにも出願という手段を使います。はい。そうですね。あとは、そうですね。ここ、例えばっていったところ、テキストの分割の2行目のところからですね。例えば、拒絶理由において、一つの特許請求の範囲に含めることができない発明が、一つの特許請求の範囲に含まれている旨の指摘、これを単一性というんですね。発明の単一性の要件違反といいます。これを受けた場合、出願人は特許出願を2以上の特許出願に分割することによって、特許の単一性の要件違反を解消することができます。ことも書いてあります。単一性っていうのは何かと言いますと、例えば請求項1に車のエンジンの発明に書いてあって、請求項2になんか日用品、なんかサンダルの発明が書いてあったりするような場合、そういうのって特許庁の審査官困っちゃうんですよね。審査っていろんな分野に分かれて審査官が配置されてますので、その点でバラバラな内容を一つの出願に全部入れ込んで出願しちゃうと、それって安くたくさんの発明を出願できるみたいなことになってしまって、そういうのはちょっと不公平になってしまうから、そういうのはダメですよっていう、そういう特許要件もあるんですけども、その特許要件違反ですよっていうのが来たときには、それ分野ごとに別々の発に分けるっていうのが、時にもこの出願の分割っていう手段が使われる。はい、拒絶理由通知の見本も書いてありますので、相当こんな感じで、拒絶理由通知きますね。ちょっと見たことない方もあるかもしれませんので、さらっと見ておいていただければと思います。審査官ちゃんと審査するんで、理由もなく、そういう時にできませんみたいなことは言わなくて、一応こういう文献にこういう発明が載ってるからダメですよとか、そういうのをちゃんと載せてくれてるんですね。それがこの見本のところだと、引用文献という感じで書いてあります。これ拒絶理由ですよっていう、そういう根拠をちゃんと示して、拒絶理由通知が送られているということになります。はい、では、ちょうど時間になりましたので、午前の講義はここまでにして、午後、ここの続きからですね、やっていこうと思います。はい、では、午前の講義はこれで終わります。お疲れ様でした。